今日のテーマですけど、すみませんお待たせしました。一回言えば記憶に残るメタ認知読書術というテクニックをご紹介します。でいろいろなですね読書の方法があるんですけど、いわゆるこう読書能力を高めるための方法として、まあ、結構科学的に正しいしいいよって言われてる方法にメタ認知読書っていう方法があります。でこれをご紹介します。であとはあの速読とかですね読書するときにめちゃくちゃ読むのに時間かかっちゃって時間かかるから嫌になっちゃう人がいると思うんですけど、これをですね防ぐための方法なんかもご紹介したいと思います。でつまらない本でも楽しい本でも、面白く読める方法っていうのがあって、これは僕がまあちょっとあの個人的にやってる方法で、あのそういえば読書術っていうのと要するに読書術っていうのがあって、この2つ要するにとそういえばっていう単語を使う、あのその接続詞を使うことによってですね、あの読むべき本はサクッと読めるようになるし、つまんない本からとかですね、いわゆるハズレ本と言われる本も自分の役に立つように、できるってことが分かってるので、これをご紹介したいと思います。でまずはですね一番最初に理解力が高まる US の1回読んだけど頭に入るし、難しい本とか参考書とか資格本とかでも、まあ、つまんない本とかあるじゃないですか。ああいうのもちゃんと理解して読めるようになるっていう方法を一番最初にご紹介しようと思っております。はい、ということでじゃあスタートしていますね。一番の皆さんもよろしくお願いします。でまずなんですけど、本当に理解力が高まる読書術って何があるのっていう研究がいろいろ行われていてですね、2013年にこれハジェテペ大学っていう下噛みそうな大学があるんですけど、そこの大学がですね過去に行われたさまざまな読書術研究の中からあの信頼性が高いですね、研究っていうのを15個、抜き出しまして、本のいわゆる書籍の理解力を高めるためのテクニックって何があるのってことを徹底的に調べたっていう面白い、レビュー研究がありまして、そこからですね、面白いことが分かってきました。何が分かったかというと、本の理解力を高める読み方っていうのがどうやらあるらしいと。でその読み方をちゃんと行えば基本的にはあの本ってあの読めるようになるというか、まあ、ちゃんと読めるようになるし、まあ、いいこと尽くしですよねっていうことが分かってるんですね。じゃあどうすればいいのって話を、今日はご紹介しようかなと思います。でそのためのテクニックとしては一応ですね、まあ、何個かあるんですけど、大きく分けると6つテクニックがありまして、この6つをご紹介するんですけど、6つ1個1個は結構あのなんていうんですかね、あの重いので、結構あのなんかなんていうんですかね、こう細かく具体的にあの解説していきます。で6つのテクニックがあって、そのテクニックを踏んであげると本の理解力が高まるってことが分かっているので、まあ、要するにですね1回読むだけでも十分に頭に入るように、なりますし、あとはあのいわゆる読むスピードももちろん上がっていくと、読むスピードが上がるのは何でかっていうと、速読の、ちなみに速読の話とはあの別で、速読の前にですねやっぱり普通に読んで理解力を上げる方法を学んでおかないと速読なんかできないので、速読のテクニックじゃなくて、まずはこう理解力を高めるにはどうすればいいのって話を、最初にしたいなと思っております。はい、で、戻りますと、速読の研究はですね来月やります。9月に速読のお話しますんで、科学的に正しい速読ってあるのかいっていう話をですねしますんで、とりあえずですね今は、今回は速読じゃない、お話を、しますね。はい、でメタ認知読書なんですけれども、6つテクニックがありまして、1つ目がですねプレディクティングっていうテクニックで、2つ目がビジュアライジングっていうテクニックで、3つ目がコネクティングっていうテクニックで、4つ目がサマライジングっていうテクニックで、5個目が、5つ目がクエスチョニングですねっていうテクニックで、6つ目がインファイリングっていうテクニックで、この6つのテクニックがどうやら、本の理解力を高めるために非常に重要だってことが分かってるんです。でこの6つを身につけてやっていただければ、難しい本でも、こう何度も読み返したりしたりとか、分かんないところ戻ったりするじゃないですか、参考書とか。あの時間がすごく時間かかっちゃって、それで嫌になっちゃったりする人がいると思うので、そういうのがなくなるんですね。だから結果的には速読にもなりますよって話が、今日の、一応テーマに、なってきますね。はい、これが覚えられない、あちょっとねあの分かりづらいに説明したので、プレディクティングっていうのはこれ予測するって意味なんで、実は本の内容を予測しながら読むといいですよって話が1つ目。2つ目がビジュアライジング、想像したりとか、いわゆるこうビジュアライゼーションというか、要はその具体的に視覚的に想像するって意味なんですけど、こういうテクニックもいいですよと。でコネクティングっていうのは結びつけるって意味なんですけど、自分のすでに知ってることとか、あまあいろんなこととですね、読んでる本の内容を結びつけていくと頭に入りやすくなりますので、次がサマライジング。サマライジングはいわゆるこう要約みたいな言い換えですね。でクエスチョニングっていうのは質問なんですけど、クエスチョニングはめちゃくちゃ重要で、これねほとんどしかやらないんですけど、このクエスチョニングって言って自分に本について、質問をするっていうことを行うとですね、圧倒的に定着率が上がるんですよ。皆さんも例えば教科書でも身につかなかったけど、問題集を解いたら頭に入ったとか、あのなんかこうなんていうんですかね、こう見ても分かんなかったので、分かんなくて自分が質問したこととか質問されたこととかって覚えてたりすると思うんですよ。そういう実は質問って人間の記憶をその固定化するために非常に重要なので、それのテクニックですね。でインファイリングっていうのは難しいんですけど、行間を読むみたいな意味なんですけど、このテクニックも、まあ、実は非常に、理解力を高めるってことが分かってて、だからつまり多くの日本人はとか多くの人たちはですね、本を読むと
線を引いたりとかマーカー引いたりとか読書ノートを取ったりするんですけど、その、ね、抜き出したりとかするんですけど、あれねほとんど意味ないんですよ。特にマーカー引いたりとか線引いたりとかしても、あの記憶の定着につながらないんですよ。だからよくさ、ね、なんかこう電車の中とかで一生懸命こうやってマーカー引いてる、ね、子たちがいるんですけど、あれはね意味ないんですよ。そう、あれよりももっとすべきことがあって、で今日はどういうふうにすればいいのかって話を、やっていきたいと思います、はい。でこれあのこの、まあ、で今回ですね、この3回にわたる読書術のテクニックはですね、さまざまな大学が学生向けに読書をしたりとか勉強したりするためにはこういうふうに本を読むといいですよっていうハウツーを教えてくれてるっていう、より研究者が研究者を養成するために作ったあの読書術なので、結構ですね、あのいわゆるこうなんていうか科学的な根拠も高いしよろしいんじゃないかなというふうに思います。はい、ではですね、一つ目ですね、プレディクティングですね。このプレディクティングはですね一番簡単なんで、ぜひですね YouTube ライブをご覧の皆さんも、ね、ぜひ試してもらいたいなと思うんですけど、プレディクティングでこれ何かっていうとですね、まあ、今お話しした通り、その、よいしょ、ハジデペ大学が行った研究から出てきたテクニック一つ目なんですけど、まあ、簡単に言うと、プレディクティングは予測するって意味で、その本に、書いてあることが、どんなことが書いてあるのかなってことを予測するための手法っていうのがプレディクティングですね。だからプレディクトって、英語だとあの予言とか予測みたいな意味なんですよ、プレディクト。予測だとフォアキャストとかになるかもしれないですけど、予言者のことをプレディクターみたいな、そう、オラクルとか言ったりもしますけど、予言することをプレディクトって言うんですね。で、これポイントがあって、書籍のタイトルとか目次とかキーワードから予測してもいいんだけど、これポイントが、ここが一番大事なんですけど、よくありがちなのは僕も言ったことありますけど、本を読むときに多分皆さん勝手にやると思うんですよ。タイトル見たりとか、書いてる人とか、あとはこう帯を見たりとか、目次を見たりとか、でそういうところを見てですね、この本には何が書いてあるかなって皆さん想像すると思うんですけど、このプレディクティングの重要なのは、記憶に残すためのプレディクティングのポイントは、自分の過去の経験とか、自分が今すでに持っている知識を使って、この本にどんなことが書いてあるかなってことを予測するっていうのが、これ重要なんですよ。で、もちろん、その分かんなかった場合は、書籍のタイトルとか、目次とかキーワードとか使ってもいいんですけど、このパッと見て、この本多分こういうことが書いてありそうだなとか、目次とかを見ながら中を見ないで、多分こういうことが書いてあるんだろうなってことを、まず最初にプレディクト、予測するということがすごく大事なんですよ。で、こうすると、自分の知識と結びつけて物事を見るようになるので、予測力も鍛わるし、自分の知識とどれぐらい違ったのか、自分の予測と違ったかどうかってことを後からチェックできるので、こうするとですね、この意外性が記憶に残るんですが、皆さんもサプライズとか意外なことって全部記憶に残ると思うんですが、なんでかっていうと、サプライズするのなんでかっていうと、最初にこうなるだろうなって予測があるからこそサプライズが起きるんですよ。でこうなるだろうなって思ってるからサプライズが起きるわけですよ。だからこれがないと、最初のプレディクトがないと、プレディクティングがないと、予測を裏切るってことが起きないんですね。でこうすると裏切りがないと、意外性がないと記憶に残んないから、だから一番最初にプレディクティングをすることってすごく重要になるんですね。で最も重要なのは、実際に読み進めた後に自分のプレディクティングは予測はどこまで正しかったのかってことを自己採点しないといけないんですよ。でこれがないと、ただ目次を見て予測するだけだと意味がないので、だからプレディクティングした時にこういう内容が書いてあるだろうなとか、多分こういうことが書いてあるな、ここはこうだろうなみたいなのをですね、メモしたりとかしてですね、記録できるようにしておくといいと思います。でおすすめは、僕のおすすめはですね、これ実は重要なところを音読すると記録に残りやすくなるっていう研究とかも後ほど紹介しますけどあるので、おすすめは iPhone とか の音声認識機能でメモを提供して、音声認識機能で、多分この目次のこの部分はこういうことが書いてあるんだろうとかっていうのは口頭でいいんで言うといいと思います。そうするとそのプレディクティングが頭に残りやすいから、サプライズ体験っていうのが起きた時に記憶に残りやすくなるし、しかも自分が喋った内容が残ってるんで、後からどれぐらいそのプレディクティングが、あったのかってことを自己採点ができるんで、めちゃくちゃ記憶力に自信がある人はプレディクティングをして、自己採点を記憶の中でやってもいいんですけど、あんまり記憶の中でやるとですね、なあなあになるし、なんかあったような気がするってバイアスとかも働くと思うので、おすすめはちゃんとやった方がいいです。書いておいた方がいいです。で、全部書かなくてもいいので、まあ、3つとか5個とかでもいいんですけど、自分が興味あるところとかだけプレディクティングしとくっていうのがおすすめになりますね。だからその自己採点するっていうのがポイントです。自己採点がないといくらプレディクティングしても意味ないので、だいたいですね、ポイントとしては自己採点をすることと、自分の経験とか知識を基づいてプレディクティングをすることってことがすごく大事です。でこれしない人が多くて、だから目次だけ読んでいいものがあるかどうかってことを考えるんですけど、これだけだとやっぱり頭入んないんですよ。なんとなくいいことが書いてあったの、でも何が書いてあったかわからないみたいな、ね、人とかが結構多いと思うんですけど、これをですね、なくすためには最初にあらかじめプレディクティングをしといてやるっていうのがいいと思いますね。はい、そんな感じですね。
なんかプレイティングをしましょうというのが一つ目です。で、二つ目までは、YouTube ライブでも、一応ご紹介しようかなと思います。ビジュアライジングですね。で、これ何かっていうと、もう読んで字どころとしてビジュアライジング。自分が読んでる内容を頭の中に思い浮かべてみる作業です。で、これ登場人物の姿とか行動とかイメージしたりとか、紙に書き出してみるというのが基本です。で、これ皆さん小説読むときやってるんですよ。例えば、読んだ、あの本どういうところが面白かったとかどんな内容だったって聞かれると、いやちょっと覚えてないよねってなるけど、実用書とかだとストーリーとかだと覚えてません？例えばロード・オブ・ザ・リング見た人がロード・オブ・ザ・リングどんなストーリーでしたって聞かれたら大体覚えてるじゃないですか。あらすじを説明できますよね。人に見た映画とか見たドラマとか読んだ小説の内容だったら説明できますよね。ね、できますよね。普通は、まあ、当たり前ですけど、ところが不思議なんですよ。なぜか僕らは読んだ本の内容だったら説明できるにもかかわらず、読んだ実用書とか参考書とかの内容はなぜか説明できないんですよね。これなんでだと思います？なんでかっていうと、ビジュアライジングしてないからなんですよ。いい小説とか映画とか、まあ、いわゆるストーリー物語って当たり前なんですけど、自分でそのなんかこうストーリーを想像しながら、その登場人物の姿とか行動とか性格とかそういうのを想像映像にしながら見ますよね。これ当たり前ですけど、だから記憶に残るんですよ。ところが参考書とか実用書とか自分がその勉強のために読みたい本っていうのはこれができないから、だから記憶に残らないんですよ。だから最近流行ってるなんか漫画でわかるシリーズとか、なんかこうね、よくあるじゃないですか、漫画でわかるドラッカーみたいなのか、でああいうのって一応漫画とかだから、あとはそのなんかちょっと前流行ったほら、嫌われる勇気とか、まあ、ストーリー本、ショートストーリーとかストーリー本は映像にできるから記憶に残りますよね。でも実用書とか教養書っていうのは残らないわけですよ、ビジュアルレジングが起きないから。ここがまず大前提で、まあ、その当たり前だろうって皆さん思いますよね。で、実は実用書とか教養書とか専門書もビジュアライジングができるって言ったら皆さん信じますか？実はね、できるんですよ。で、やり方がちょっと違うだけなんです。で、これは僕もやってるんですけど、マインドマップとか使いながらやってるんですけど、これやるとね、本当に頭に残るんですよ。だから僕よく説明するときも、論文の話とかも、まあ、今、こうやって喋りながらやってますけど、ポン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 出てくるんですよね。で、講演とかでも、とっさに聞かれても、いや、こういう論文がダコタ大学の研究でありまして、なぜかとこうでこうでこうでと読んだ本の内容とかも大体覚えてるんですよ。なぜかっていうと、実用書に対してもビジュアライジング、ちゃんと映像化するってことをやってるんですね。じゃあどうやって映像化するか。今日これだけでも、てかむしろこれだけでも、僕的にはですけど、この知識だけでも、そのいわゆるビジュアライジング、小説とかストーリーが頭に残るって、あのビジュアライジングを実用書に使う方法、これだけでもですね、今月分のそのニコニコの540円の価値があるって思えるぐらいいいテクニックで、これどうすればいいかっていうと、小説とかみたいな登場人物とかの行動とかストーリーがある本じゃない本、教養書とか、そういった本とか、あと専門書に関しては、論理構造を絵でイメージするっていうのがビジュアライジングなんですよ。論理構造を絵でイメージする。つまり、前提がこれです。これが説明です。結論こうなりました。前提、解説、結論っていう、そのいわゆる、その、論理構造、マインドマップみたいな風に、論理構造を絵で描くんですよ、頭の中で。つまり、この研究は前提がこれ。で、意外な実験、こういう実験がありました。結果がこうなったんです。みたいな風に、そういうこの、なんていうんですかね、映像で、パズルみたいな感じで、映像でこう自分の中で絵を描くんですよ。図を。頭の中で。で、これ別に前提とか手法とか結論とかじゃなくてもいいんですよ。なくてもよくて、別にその自分の頭の中でこういう大前提があったんだけど、ここにこういう手法が入ってきて、で、全てが崩れて全く新しい結論が生まれるみたいな映像にすればいいんですけど、こういうふうにですね、いわゆるこう、論理構造をパーツでイメージして、それぞれのつながりを想像する上とか下とか。で、そういうふうにするだけでも、実は記憶に残りやすくなるってことが分かってるんですね。だからマインドマップにしたりとか、やっぱよくなんかこう、ガリレオとかもそうですよ。ガリレオのとか皆さん見たことありますよ。検索するだけでも面白いんですけど、そういう、機体の天才たちのノートって絵になってるんですよ、説明するときに。で、こうすると頭に入ってるんですよね。だからビジュアライジングを論理構造で行うだけでも頭に入りやすくなるので、だからこれは実用書とか専門書とかではこれやるだけで頭にスパッと入るんですよ。だから実際にね、僕も友達とかでもやったし、僕もやってたんですけど、テスト勉強するときに、そのテストの範囲の話をですね、細かいところまでは書けないかもしれないけど、A4 の紙1枚に最後にまとめるんですよ。よくほら、試験会場にさ、何枚もプリント持ってて見るやついるじゃないですか。あんな絶対頭に入らないし、帰って、やばい、あれも、これも覚えなくちゃなんて焦っちゃうんで、もう A4 1枚でいいんですよ。A4 とか A3 1枚にして、今回のテスト範囲の話をですね、その単語だけでいいので、専門用語の単語だけでいいので、でそういうのですね、いわゆるビジュアライジングしたものを書いておくんですよ。で、それをパッて見るとどうなるかっていうと、頭の中
にそういうマップができてるだけで、ビジュアライジングができてるだけで、その記憶を引き出しやすくなるんですよ。だから一回学んでることであれば、ビジュアライジングを行うとか引き出しがしやすくなるので、思い出しやすくなるんですよ。でこれだけでもテストの点数全然上がるので、ぜひ、試していただければなというふうに。テストの前日とかでも全然書けるんで、むしろ練習しといて勉強しといて、テストの前日にもう一回そのビジュアライジングしてみるって、っていうので、こうその論理構造を書くだけでいいので、だからベクトルの範囲だから、ベクトルの中で、主な定理がこう3つこれがあって、でこれはでこんな問題が大体解けるみたいな、こうビジュアライングすると、要はそのベクトルがあって定理が5個あって、四天王みたいな感じで四天王とか4つとかあって、でそれでこういう問題が大体あるみたいなのが分かると、解き方がすぐ出るんですよ。あ、この問題出たらこの定理だとか、あ、これだったら多分こうだろうなっていうのができるんで、そういう風にやっていただくと記憶に残りやすくなるから面白いし、まああのね、多分皆さんね、一回覚えたことを忘れないと。で大体忘れるのが、内容忘れてるんじゃないですか僕らって。言われると思い出すことよくあるじゃないですか。内容パーツを忘れてるんじゃなくて、パーツをどう組み上げればいいのかってことを忘れてるんですよ。つまり簡単に言うと、本を読んだ後の人っていうのは木材とか建築、建物を建築するのに必要な材料は全部持ってるんですね。でもそれをどう組んだら建物になるかってことがわからないから、記憶が出てこなくなっちゃってるんですよ。建物を作らないと記憶が出てこないんですよ、人間って。そういう意味で言うと、例えで言うとね、だから読むことによって木材をしっかり持ってるんですよ。パーツ全部持ってるんですよ。でもどう組んだらいいのか分かんなくなっちゃって記憶に出てこないので、だから組む設計図をビジュアライジングで頭に突っ込んでおくと、すぐ引き出しがしやすくなるので、ぜひ試してみてくださいというような、内容でした。はい。一度読んだ本の内容を忘れないようにするための方法についてご紹介したいと思います。僕も愛用してまして、結構僕がスラスラ文献話だったりだとか、あとよくクラブハウスとか YouTube でやってる質疑応答で、ポンポン答えが出てきて、結構不思議がある方がいると思うんですが、あれはね、復習の仕方をちゃんと知ってるからなんですよ。本を読むときに、実はあることをするだけで、本のですね、内容が記憶に残る率を圧倒的に上げることができまして、しかもね、ほとんど時間かからないんです。で、今日はそんな方法を、今日もリシュブルを飲みながら、やっていきたいと思います。皆さん読んだ本やっぱ忘れちゃいますか？はい、読んだ後にどんな本だったって聞かれた時にどこまで説明できます？僕も結構本を読んで、昔は忘れっぽかったんですよ。で、いちいち調べたりとかしていたんですが、最近は、まあ、忘れた時にね、調べるのは今の目線につけてるんですけど、結構ね、一回読んで内容が頭に残ってて、すぐポンポンこう臨機応変に取り出せるようになったんです。で、基本的に情報っていうのは頭の中で覚えるだけじゃなくて、で覚えてこれを使いこなせるようになると、こう臨機応変にポンポン取り出せるんですよ。だからつまり相手に言われた質問とか、自分が直面した何かの問題に対してすぐですね、答えがポンって返せるようになってきて、ここまで来ると記憶ってやっぱりちゃんと定着してるねってなるんですね。だからまあ皆さんの例、体験として分かりやすい例で言うんだったら、学校のテスト前ってテストの答えとか問題の答えは覚えてるけど、テストが終わった例えば1ヶ月後とか2ヶ月後にはこの内容覚えてないとか、学生の頃ね、勉強したこと覚えてない方は結構いると思うんですが、ここがねやっぱり記憶にどれぐらい定着してるのか、自分のものになってるのかっていうのが、分かる重要なポイントになってくるわけですね。じゃあどういう風にすればいいのか、なんとすごい簡単なんです。サセックス大学の、研究によるとですね、何かを覚えた直後に40秒間復習をするだけで記憶の残り方が段違いになるよって研究が出ております。で今日はこれをご紹介したいと思います。はい、これどんなに物覚えが悪い、頭にですね何かをこう定着させるのが苦手な人でも使える方法になります。サセックス大学の実験ではですね、参加者の、実験参加者を集めまして、26本の YouTube の動画を、見せるわけですね。で、この動画を見せるときに2つのパターンにですね、グループを分けて、記憶の保持率がどれぐらいですね、あるのかということを調べたというふうな、実験になります。グループその1は復習パターンです。動画を見た後、動画の内容の細部を、思い描く、または声に出して説明することによって復習を行ったグループ。で、もう片方のグループはただ動画を見るだけ、何もしなかったグループ。この2つのグループに分けたわけなんですね。で、この実験をした後、2週間後に全員に記憶テストを行いました。ただ見ただけの動画ってのは、ただ見ただけのグループってのはほとんどこの動画の内容を思い出せなかったんですが、まあそれはそうですよね。だって皆さんそもそも2週間前に見た YouTube の動画の内容って言えます？てか何の動画見たかも多分覚えてないと思うんですが、一方でですね、たった40秒間だけでも動画を見た後、内容の細部を思い描く、または説明するというですね、40秒の復習をやっていた人たちっていうのは、かなりのですね、詳細の部分、ディテールと、あとその動画でね、どんなこと話しているのか、重要なポイント何だったのかという要点、これをですね2週間経っても思い出すことができたということがですね、この研究では分かってるんですね。すごいですよね。だから自分が覚えたいなこれって思うこと、本とか読んでて、あこれ覚えたいなと思ったら、その内容を本を一旦閉じて頭の中で40秒くらいかけてまとめるわけです。あるいはたった40秒でも構わないので人に説明するとかっていうことをするわけなんですよ。でこれをやるだけで全然記憶への定着率が、変わるんですね。で実際にこれ同時に行われている MRI を使った検査では、脳内をスキャンしてみたところ、40秒間の復習を行った場合はですね、脳のですね後退状皮質ってところが活性化していました。これどういうものかっていうと、記憶とかですね学習に非常に重要な役割を果たしている脳の部位で、わかりやすく言うと、アルツハイマーの患者さんとかはですね、このですね、後退状皮質ってところをですね、
がですね、ダメージを受けてることが結構多いんですよ。だから、そこが活性化するっていうことは、やっぱり記憶の定着に、この40秒の復習っていうのはですね、結構効果あるんじゃないのと、いうふうにですね、言われてるわけなんですね。で、まあ、研究者も言ってるようにですが、やっぱね、僕らの記憶って短期記憶じゃなくて長期記憶に、ちゃんと補導されないと、新しいですね、いわゆるこう記憶ってのは定着しないで消えていっちゃうわけなんですよ。で、今回の実験ではですね、この長期記憶に入れるための非常に簡単な方法として、わずか、40秒間、復習をするだけでもですね、2週間近くですね、複雑な情報とか、物事のディテール、詳細をですね、記録できるよってことが分かったっていうのが非常にいい発見なわけなんですね。で、実際に脳の中の記憶を使わさってる重要なエリアも活性化してるわけで、まあ、これはですね、最も多分短時間で手軽にできる、脳に記憶を残すための方法だと思います。ちなみに僕の場合は、あんまり本を読んでて、そのね、章ごとにまとめようとか、そういうことはしないで、読んでて、あ、これ面白いなとか、あ、これなんか誰かに教えてあげたいなと思うようなものを見つけたら、本を閉じて、語学になるんですよ。本を見ながらまとめちゃうと、復習にならないんで、あ、このなんか話面白いなと思ったら、それをまあ読むわけですよ。で、読んでって、違う話に本の中で切り替わりますよね。違うセクションに切り替わったら、あ、切り替わったと思ったら、じゃあ前の自分が面白いと思った場所、復習しておこうっていうふうに思って、本を閉じまして、で、これでスマホとかに僕まとめるんですよ。スマホのマインドマップとかにまとめたりとかするわけですね。で、これで、もし思い出せなかったら、その時点で思い出せなかったら、戻ったりとか、するんですけど、そうやって、あ、覚えておきたいなって思うものを見つけたら、その、覚えておきたい情報を一通り読んだら、その後一旦ノートを閉じてメモするということをすると、これでですね、かなり脳への定着率が上がるわけなんですね。まあ、記録するためじゃなくて記憶するためのですね、読み方になりますが、だから僕の場合も Kindle、で、普通に Kindle のこういうのもね、もちろん持ってますけど、こういった Kindle とかも持ってますけど、だからこの Kindle で読むこともあるんですが、大抵ですね、スマホとかでやっぱり読むことが多いんですけど、で、これなんでスマホとかで、読むとですね、結構使えるかっていうと、マインドマップ、もちろんね、僕はスマホでマインドマップを取るんですけど、スマホって1台しかないとさ、見ながら同時にできないじゃないですか。だからどうしても一定量Kindle で見て覚えて覚えたのをメモしなくちゃいけないんですよ。紙の本の場合も開いて見ながらじゃなくて開いて見ていて、あ、これいいなっていうふうに思ったら、それを一通り読んでからスマホを取り出してピピピピってやると、そうどうなるかというと、これが40秒の記憶にですね、なってしまうんですよ。だからおそらくノートを取るときに、見ながらノートを取るよりも、見ないで閉じてノートを取るってやった方が、同じようなこの復習の効果が得られるので、こういったですね、本当に些細なですね、テクニックで、実はね、記憶って簡単のかなりですね、残すことができますね。ぜひ皆さんも40秒の復習を、本を読むときの習慣にしてみてはいかがでしょうか。というのが今日の放送でした。ぜひ試してみてください。今回は、勉強に関する、勉強というか読書に関するですね、放送になります。皆さんね、本、いろいろね、読む方いると思うんですけど、読んでもすぐ忘れちゃうって人とか、読んだことがなかなか頭に定着しないと、だから、定着しないから、なんていうんですかね、こう本読むの嫌になっちゃって読めなくなっちゃったみたいな人とかいると思うんですけど、今日は、じゃあ頭にそのですね、本を残すにはどういう風にすればいいのということをご紹介したいと思います。これね、本読む前にちょっとあることをするだけでですね、だいぶ、記憶の残り方が変わってくるので、今日はその方法をご紹介したいと思います。というわけで今日、はですね、読書の方法なんですが、大抵ねこのチャンネルワイン飲みながらですけど、今日は僕の大好きなプリオレロックさんのル・クロデコルベっていうやつなんですね。こちら2013年と95年ってちょっと古いやつが手に入ったんで、これ飲み比べを、していこうかなと思います。はい。で、これね、比較するのが結構大事で、読書でもね、何でもそうなんですけど、やっぱりこう、比べるってですね、その差を感じるっていうのをやってあげるとですね、結構記憶残りやすいんですね。対比ってやつなんですけど、この対比も、実はですね、読書をする上ではですね、結構重要になってきたりとかするので、対比させるのもいいかもしれないです。だから真逆のジャンルの本とかをですね、交互に読んだりしてみると、両方の違いが見えてくるんで、で、そこでですね、こう大事なポイントが頭に入りやすくなったりとかします。まあ、これ今日の話は関係ないんですけど、面白いんでやってみていいですよ。どういう違いが出るかってことを見ましょうって話をしたんですが、今回はですね、人間の記憶、頭にこう、一回読んだだけで残る人、あるいは、皆さんが映画を見たりとか、あとは、アニメを見たりとか、で、あるいは漫画を読んだりとかしたときに、そのストーリーってなぜか皆さん覚えてますよね。情報量としては膨大なのに。でも、一冊勉強のために読んだ本っていうのは、細かいところどころかですね、もう何も残らないみたいな。だから、わかりやすく言うと、ハリーポッターの映画をですね、昔見たとしましょう。あるいはジブリでもいいですよ。ラピュタでもいいですけど、ああいうのを子供の頃見ても、大体のストーリーを覚えてるじゃないですか。でも、学生の時に勉強した、数学の本のですね、大体のストーリー、要するに概要ですね。こういったものはですね、覚えてないわけですよ。公式とかもほとんど覚えてないって人がいるわけですね。微積分とかね、思い出してみると分かると思うんですけど、あれ何なんだろうというところはですね、実はこれこの前の宿題の、意味ないよっていうですね、意味ないんじゃないの説みたいな放送をした時も言ったんですけど、外来的報酬と内的報酬、外的報酬と内的報酬っていうのにですね、こういわゆるこう、どっちで勉強したのか、どっちで情報を入れたのかってことはすごく大事になってきます。で、前も紹介しましたが、
外的報酬っていうのはですね、例えば点数を取るために勉強するとか、資格を取るために勉強するとか、褒めてもらうために勉強するとか、要するに自分の内側から湧いてくるモチベーションじゃなくて、外から来るモチベーション。で、これでですね、やると、まあ、ノルマとかタスクですね。はい。こういうふうにやってしまうと人間って、実はですね、その学習意欲とか頭にどれから残るかっても全然変わってくるんですよ。そう。モチベーションがあんま湧かないんです、これって。まあ、正確に言うと、モチベーションは湧くんですけど、なんていうんだろう、こう、自分から求めて学んでいこうってふうにならないんで、とっとと終わらせようって感じになっちゃうので、結構苦痛になってっちゃうんですね、本読んだりするのとか。僕もやっぱね、ノルマを課して、本読んだところとかありましたけど、そうするとね、やっぱだんだん読まなくなってくるんですよ。僕ですら。本を好きなのに。はい。だから、まあ、そういうふうにですね、外から、ですね、来るモチベーションってのを、ベースにしてしまうと結構ね、損をしやすいと。じゃあ逆に、どういうふうにすればいいかっていうと、内的なモチベーションを使えばいいんです。好奇心です。知りたいっていう気持ちをですね、まず引っ張り出していただいて、で、そうすると、知りたい、これなんだろうな、これどういう風になってんだろう、この答えは何なんだろうっていう風に頭の中で考えて、その答えを求めるっていう、まあ、謎解きみたいな感じですよね。答えを求める状態に自分のメンタルを持っていきます。で、これで本を読んで答えを探そうっていう風にすると、見つかった時にすごい喜ぶんですよ。で、これはお金をもらった時とか、いわゆるこう、なんですか、そのご褒美を、ノルマとかクリアしてご褒美をもらった時よりも、強い喜びを人間の脳は感じるじゃないのって言ってる人もいるぐらいなんで、結構ですね、何を学ぼうか。この本を読むことによって何を知りたいのか。自分は何を使いたくて、どういう成果を得たくて、その本を読むことによってどういうことを知りたいのかっていうことを考えてから、本を読むということをするだけでもですね、この内的な報酬が刺激できて、で、本のですね、内容が頭に入ってきやすくなるし、本を読むのは辛く、ならないんじゃないのってことがですね、今日の、研究から、ですね、示唆される提案でございます。はい。ですね。まあ、これ、まあ、例えばですけど、まあ、変な話、じゃ仕事でね、仕事で、これをやってくださいとか、あとは学校の宿題でドリルを何ページやりましょうとかいうふうに言われると、これ、なかなかやっぱやる気起きないじゃないですか。めんどくさいけどやんなくちゃなって言って義務感でやりますよね。そう。だから他人に課された宿題とかドリルとか、あるいは仕事、だとこのね、書類整理しといて、とか、このメール返しといて、で、この資料のコピーを、ね、20部取っといて、とかって言われて、任せられた時に、その、やらなくちゃいけないタスクで皆さんの好奇心って刺激されます？で、こういう知的好奇心をですね、単純作業からでも、刺激される人、他人からですね、強制されたことでも刺激される人っていうのは多分最強だと思うんですけど、まあほとんどいないですよね。こういう場合はやっぱり外来的欲求、まあつまり自分がそれをクリアしないと怒られるから、クリアするとお金がもらえるから、こういうのをですね、ベースに考えちゃうんですよ。だからそういう他人から褒められてるとか、お金を手に入れるとか、そういう報酬を得るためには、こういう仕事とか勉強って価値があるんですけど、自分の頭で考えたりとか、こう想像的な思考を鍛えたりとか、あるいはその、本を読むことによってその内容を定着させていろんなことに使えるようになりたいっていうふうに思う場合は、この外的なですね、欲求っていうのはですね、モチベーションっていうのはですね、あんまり役に立たないよねって話なんですよ。だから勉強でも全く同じで、読書の勉強でも全く同じで、こう他人の評価を気にしてね、上司のね、言うことにずっと従って、ね、他人の評価を気にして、ノルマをこなしくだ、していくだけ、みたいな子供を育てたいんだったら、まあ、いわゆるたくさんね、ドリルやったりとか、外的なですね、報酬にですね、まみれて生きていくのもありかもしれないんですけど、でもやっぱり、それって寂しいじゃないですか。自分が、あ、すごい面白いな、これっていうふうに興味を持ったことを突き詰めたりとか、仕事をするにしても、本をね、読むにしても、やっぱりこう、この本読んだら一体何ができるようになるんだろうって、この本読んだら、こういうふうにですね、自分の生活が変わるんじゃないかってことを想像して、それで、自分がこう知りたいって感覚を刺激してから本を読むとですね、やっぱりですね、頭の手帳しかも変わってくるわけですね。で、実際にやっぱりその人間の記憶の、システムをですね、考えてみると、そういうふうにですね、勉強するときとか本を読むときに、どういうそのメンタルの状態で読むかっていうのはめちゃくちゃ重要なんですよ。まあ、例えば本を読むときも、明日までに、ここまで読まないと、あるいは読んできてくださいっていうふうに言われて、読む場合と、やっぱりこう、やっぱ自分がね、ここはどうしても分かんないんだよねとか、でも知りたいなって、でも自分はこういう悩みを抱えてるんだけど、もしかしたらこの悩みに対しての答えがこの本の中にあるかもしれない、もっとうまくできる方法があるかもしれない、こういう風にですね、な気持ちで取り組むとですね、それがですね、周りから見た時にはあんまり意味がないようなものに見えたりとか、それなんか面白いのと思うようなものでも、やっぱり自分の好奇心がですね刺激されていれば人間って、それに対するモチベーションがやっぱり上がるし、で記憶の定着も良くなるわけですよね。まあ分かりやすく言うとあれですよ、ほら、鉄道とか、興味ある人とかね、よくいるじゃないですか。鉄道とか車でも何でもそうですけど、男の子なんかね、ね、新幹線のいろんな車両についてすごい詳しい子とか、大人になってもやっぱり、てっちゃんっていうんですかね、そういう人たちいますけど、ああいう人たちが、例えば、ね、鉄道に関する本を読んだりとか、そういうものを見るとすごく楽しいし、覚えられるわけですよ。人にも楽しそうに説明するわけですね。ところが、まあ、全然興味がない。例えば、まあ、変な話、僕はそんなに別に新幹線に興味がある、ね、人間ではないので、そういう人間とかが新幹線の本を読んでも多分眠くなるし、頭に入らないですよね。こういう違いなんですよ。だから、まあ、自分が本を読む場合に、
でもそうだし、まあその宿題をしたりとか勉強する場合にもそうなんですけど、いかに自分が本人が面白そうっていう考え方を持ってできるかどうかで効果は結構変わってくるんですよね。だから読書をするとなんか収入上がりますよとか、読書すると頭いい子が育ちますよとかで、勉強ちゃんとすると頭いい子が育ちますよとか、ね、宿題やるのは将来に対して効果ありますよないですよとか、いろんな勉強に関するですね理屈っていろいろあるんですが、結局それってその当人の取り組み方によってだいぶ脳のですね記憶構造なんか変わっちゃうんで、だからおそらく僕ら大人がですねやるべきことっていうのは、どうすればこう好奇心を刺激してあげられるかなってことを考えるべきだというですね意見があるんですね。これなかなかいいですよね。だからそれはまあ子供の宿題とか勉強に限らず、皆さんが例えば資格を、取るときとか、何か新しい本を読みたいと思ったときには、その本を開ける前に僕必ずやるんですけど、これ本を読もうと思ったら、この本を開ける前にまずは、この本を、読んだら一体何がわかるんだろうと、自分の人生がどう変わるだろう、自分の習慣がこう変わるとか、あるいは自分の考え方がこういう風に変わって仕事がうまくいくかもしれないなとか、いろいろですね考えるわけです。でこうやって考えると興味を持ってくるわけですよ。あ、そういうやり方あるんだったら知りたいなと。でそこまで考えてからこれ目次を見てほしい。ですね。で、目次を見たときに、例えばこの本だったら、例えば、思考は単なる物語で脱フュージョンとか、恐怖のイメージをやり過ごすとか、こういろいろこうね、書いてあるんですけど、こういうのを見ながら、例えば恐怖のイメージをやり過ごすだったら、あ、確かに自分はちょっと怖かったりとか、恐怖感を感じやすいタイプだけど、もし、自分の人生の中でいろんなね、起こるですね、恐怖をですね、やり過ごすことができるようになったら、どれだけ心が楽になるかなと、そんな方法がもしあって、しかも簡単な方法があるんだったら、それはぜひ知りたいなっていうふうに考えながら、こう、目次を読んでほしいんですね。で、これで好奇心をガン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 煽ってから本文に行ってください。はい。こうしないと、いわゆるですね、一番最初からですね、真面目に最初から全部こう読み解こうっていうふうに思うと、興味がないところとか、あるいはその本を読んだ先にですね、どんな喜びが待ってるのかってことがわからないので、やっぱモチベーションもですね、続かないわけですよ。読み切れないし、もう頑張って読み切ったとしても、ただ文字を追うだけみたいな感じになっちゃうので、そういうところで言うとですね、やっぱり自分で一番最初に興味を煽るような行動、なんでこの本を読むのか、この本を読むことによって、一体ですね、何を手に入れたいのか、そういったことをですね、考えてから本を読むという癖を作るだけでもですね、結構読書はかどると思うんで、ぜひやってみてください。ちなみに僕やるときには、こういう本とかは大体付箋とか、あとなんかこういうなんかは何でもいいんですけど、こうしおりがついてますよね。で、こういうしおりとかの裏側とかに、自分がなんでこの本を読むのかとか、この本を読んで自分の人生をどう変えたいのかとか、この本の中に隠されているだろう、こういう秘密を知りたい。例えば心が楽になる方を知りたいとか、集中力を高める方を知りたいとか、この本だったらまあ、例えば、マインドフルネスとか ACT の話なんで、自分に自信を持って喋るようになりたいとか何でもいいんですけど、そういうふうに自分がこうなったらいいな、それをこの本の中から手に入れたいなと思うものを付箋にですね、3つとか5つとか書いておくんですよ。で、こうやって書いておくだけでも、だいぶですね、要は謎、いわゆる答え合わせみたいになるんですね。自分が求めているものはどれなんだろうっていう風になって、宝探しみたいな感覚で、本が楽しめるので、全部ですね、最初からですね、真面目にですね、読もうと思う人よりも、やっぱり頭にも入りやすいし楽しいので、ぜひそんな読書の仕方試してみてください。付箋の裏側にですね、5個ぐらい自分がそこから手に入れたいものをですね、書いておいて、やる気がなくなってきたらその付箋をちらっと見るんですね。これでもモチベーションがだいぶ維持できるんで、ぜひ試してみてください。大人のための読書感想文についてご紹介したいと思います。なんかツイッターのトレンドでね、読書感想文というのが上がってまして、こっちなんで上がってるのかよくわからないですけども、なんかね、今読書感想文がいろいろ話題になってるんですね。で、子供の頃皆さん読書感想文書かされた記憶あると思うんですが、まあ大抵ね、読書感想文で指定される本って、あんま面白い本じゃないから、なんていうんですかね、本が嫌いになっちゃったりする人がいると思うんですよ。そのいわゆる読書感想文を書かせるからというか、読書感想文を書かせる課題にする本って、なんかあんま面白くないものが多かったりとかするので、課題いらないと思うんですけどね、好きな本読んで、好きに書けばいいのにというふうに思うんですが、一応ですね、それだとね、動画にならないんで、今日はですね、科学的に正しいですね、読書感想文の書き方、そして、大人もですね、実は読書感想文を、てかむしろ大人の方が書いた方がいいんじゃないのというですね、研究がありまして、これを今日はご紹介したいと思います。で、やっぱり読書ノートを書く人とか、まあね、メモを書いたりとか大事なところに線を引いたりするぐらいの人はいると思うんですけど、読書した後にその理解度を高めてくれて、読んだ本を忘れないようにしたりとか、まあ読んだ本を忘れないってことはイコール、実際の生活で使えるってことなので、読んだ本を使える形に、変えると、いうことをするためにどうすればいいのかという研究はたくさん行われております。で、その中でもライティングトレーニングっていう、まあいわゆるこれまあちょっとまあ読書感想文の亜種みたいなもんなんですけど、まあ、あることをですね、本を読んだ後軽く書いてまとめておくんですよ。それは別にメモ書きにまとめてもいいし、まあ、それこそこういうですね、本の最初のページってさ、こうやって空いてるじゃないですか。で、こういうところに書くだけでもいいんですよ。こういうところにこう自家書きでもいいんですけど、そういうことをやってあげることによって、実はですね、その本から得られる情報量っていうのは理解度が上がるし、その本の中身も忘れないで済むという方法があるんですね。今日はそんな
大人のための読書感想文の書き方として、ライティングトレーニングのですね、メインのスキルだけ今日はご紹介しようかなというふうに思います。詳しく知りたい人は、今日の番組タイトル下の説明欄と動画のコメント欄に、読書のテクニックをまとめてありますんで、ぜひですね、そちらも、続きの動画を見てみてください。今回の研究は2010年、カーネギーコーポレーションってところがですね、ライティングと読書スキルに関するですね、メタ分析っていうのを行ってくれたんですね。これメタ分析っていうのは、論文の論文です。たくさん出ている論文を集めて、まとめて、で、結論を出そうっていうですね。で、これ大体メタ分析で出ると、まあ、結構科学的な信憑性は高めというふうに言われますね。106件のですね、RCT の研究を集めまして、ライティングトレーニング、読書感想文とかその読んだ後に本の内容についてね、文章で書くことっていうのは、読書スキルを向上するのかということをですね、調べた、ところですね。結構効果が高いというふうに言われることがいくつか出てきました。で、今日はその中から3つだけ、ご紹介したいと思います。おそらくこの3つだけ、大人になったら読書感想文としてやっておくとよろしいんじゃないかなというふうに思います。はい。まずはですね、一つ目なんですけども、一つ目はですね、まあ、よくあるやり方ですが、本の要約を書くというテクニック。これもある程度効果あります。で、これ一応効果量で言うと、1がマックスですね。0から1の間で決まるんですけれども、まあ、だいたいマックスが1点、1ポイントってのが効果量マックスなんですけども、だとすると、0.3 から 0.85、ぐらい、ポイントぐらい、効果があります。要約を書くっていうのは。ただこれ要約の問題が1個ありまして、よく、要約問題とか学生の頃出されたりとか、子供の頃の読書感想文って、まあ割と要約になりがちなところとかあるじゃないですか。この要約に関してなんですが、これね、実は要約の効果って、年齢が低いほど効果が、高いんですよ。だから、小学生とか、中学生とか、子供たちにですね、本の要約を、書いてもらうというのは、これは読書の理解を進める上ではですね、理解力を上げるために非常に効果的なんですが、大人になってくると、読書慣れしてくるとあんまり意味がなくなってきてしまいまして、だから小学生とかにね、要約をやってもらったりとか、やらせてあげたりとかすることによって、効果量 0.85 までですね、出るので、ちっちゃい子にやらせるとね、それは効果あるんですが、大人になってくると効果量が 0.3 ぐらいまで最大で落ちてしまうので、大人は本の要約をする意味はあんまりないかもしれませんね。うん。ということで、子供の読書感想文には要約を入れるのは全然ありだと思います。じゃあ、大人は何すればいいのってことなんですけど、これね、意外とね、みんな見過ごしがちなんですけど、大人をするとですね、いいこと。まあ、いくつかあります。今言った要約もそうなんですけど、これがまあ、三つ目の、まあ、第3位ぐらいですかね。はい。次、第2位はですね、第2位は、単語の意味の把握っていうのが、実はですね、理解力を上げるためのですね、方法第2位なんですね。つまり、本の中に出てくる専門用語とか、あるいは小説でも何でもそうなんですよ。出てくるキャラクターの名前とか、技の名前とか何でもいいんですけど、そういうふうに、本を読んだことがない人では、説明がつかない、わからないような単語を、自分が知らなかった単語をピックアップして、それの意味をまとめていくというふうにですね、するだけでも、実は、本に対する理解度ってめちゃくちゃ上がるんです。だからちょっとおすすめのね、本読むのが苦手な人におすすめの読書術は、こう本読むとさ、いろんなさ、専門用語出てくるじゃないですか。で、出てきたら、この本のね、一番上の、ま、前の部分のページでもいいし、他のね、ノートでもいいんですけども、見つけて、あ、このね、単語いいなというふうにですね、思ったら、この単語こういう意味なんだ、へーってことが分かったら、その単語と、1行とか2行でいいんで、意味をですね、こういうところに軽く書いておくんですよ。そう、例えば見てて、なんか、群衆心理って単語が出てきたら、群衆心理ってどういうことなんだろうなとか、あ、なるほど、こういうことねっていうふうに本の中見て分かったら、群衆心理って書いて、その意味をここに書いておくんですよ、軽く。うん。っていうことややってあげると。でこれは面白いことにですね、人間ってね、本のストーリーとか流れとかを全部覚えてるわけじゃなくて、要所要所を覚えるんですよ。でこれ実用書とかの場合は、単語、新しい自分が知らない概念を知るってことがすごく重要なんで、この概念ってのは新しい単語と紐づいてるんですよ。だから自分が知らない単語の意味を 2,3 行でまとめるだけでも、本に対する理解力ってかなり高まるんですね。新しい、まあ、概念をちゃんと自分のものとして身につけることができてると。本一冊覚えるのは無理だけど、本の中に出てきた単語の意味とかだったら覚えられるでしょ？っていうのが、実はですね、大人のための読書感想文としては一番いい、やり方の、一つになるんですね。だから読書感想文というよりは、単語感想文って感じですね。うん。専門用語とか、本の中に出てきた単語感想文を書くようにすればいいんですよ。で、こうやってやってあげると、より理解力が上がります。で、おすすめは、単語感想文って今言った通りですね、単語の正しい意味と、それがどう使えるかとか何を感じたかってこと、ほんと一行とかでみんなまとめておくのがおすすめです。これは iPhone とかのメモにまとめておいてもいいと思うんですが、新しい単語、大人になってから新しい単語と出会うってことは、新しい知識や概念と出会うってことなんで、これをですね、ちゃんと記憶にですね、定着させるためにも、単語とその意味を書くぐらいのことは、してみてもいいかもしれません。これが二つ目、単語の意味把握でした。はい。これ、効果量で 0.6 ぐらい出てるので、結構やった方がいいですね。まあ、0.
0.4 とか5を超えたらもう多分ちゃんとやった方がいいと思うんで、で 0.6 とか7とか8とかになってきたら絶対やった方がいいレベルの効果量なんで、ぜひですね、皆さんも、おたの、ね、読書感想文として単語感想文を、書いてみてください。では、今2位って言ったので、1位。1位は何かっていうとですね、これ実はね、これ読書感想文は一番最初にこれをやるべきなんですけど、読書感想文はね、質問と答え、質問と答え、疑問と答え、疑問と答えっていう形で構成するのが一番ですね、人間の理解力を上げるためには望ましいということがですね、この、研究で実は分かってるんですね。どういうことかっていうと、皆さん本を読むときに何か学びたいことがありますよね。例えばここにフロー体験入門っていうですね、いわゆる没頭状態、いわゆるこう、何かに没頭してですね、例えばこうね、集中力を高めようとか、そういうですね、時にですね、まあ人間が入る状態、ゾーンみたいなもんですね、フローって言うんですけど、で、これ例えば学ぶとするじゃないですか。したら、この本を読む前に、あら読んでる間に感じた疑問をここに書いていくんですよ。例えば、目次とか読んで、本の一番上の部分に、フローにどうやって入るのかなとか、普通の集中力とフローは、状態は何が違うのかとか、フローに入れる人と入れない人いるのかとか、何でもいいんですけど、自分が感じる疑問っていうのをですね、こういうところにですね、軽くメモしておいて、で、それに対する答えを埋めていくと、つまり問題集みたいに本を読むのが実は重要なんですよ。漫然と本を読んじゃうと自分が何を知りたいのか、その本から、あるいは、その本の中の全部を頭に入れるのは無理なんで、どういう部分が重要で何を頭に入れたいのかってことを理解するためにも、本を読む前に、あるいは読んでる最中に生じた疑問、わからないな、これをもっと知りたいなと思ったこと、こういうのはですね、メモに書き留めておくのが実は重要なんですね。で、それが途中で出てくるとやっぱりそれが頭に残るし、宝探しみたいに本を読んでる間に、でもこれ今のフローだったら、でも自分は集中力あんまりない人間でもフローに入れるのかな、集中力がない人間がフローに入る方法は何だろうというふうに思ったら、どっかにメモっとくんですよ、こういうところに。で、メモっといて読み進めていくと出てくるんですよ、ああこれだと、自分が探していた集中力がない人間でも没頭できるすごい集中状態をつける方法はここなんだっていうことが分かったりすると、それが記憶に強く焼き付くんですよ。だから読書感想文っていうのは読み終わってから書くってイメージがありますけど、正しいやり方は読む前に読書疑問文を書いて、でそれに対する答えとして読書感想文を書くということをですね、本の中から探してね、やってあげることによって本に対する理解力は、一番ですね、最大までですね、上がるというふうにこの研究では言われてます。実際にですね、この、研究では様々な、今日全部紹介しませんが、読書スキルを上げるための方法が、掲載されているのですが、その中でも最も効果量が高いのは、今言ったですね、読んだ本に対する疑問に対して文章で回答を作るというふうなですね、読書疑問文を書いてから読書感想文をですね、読みながら書いていくというやり方が最もですね、大人の読書術としては正しいというふうにですね、言われてますので、ぜひ皆さん理解力を高めたい場合はですね、本に読み慣れてない人は要約書いてもいいかもしれません。でも、まあ大人でね、ある程度本読んでるとか、今更読書感想文とか要約なんかめんどくさいというふうに思う方はですね、単語感想文と読書疑問文を書くということをですね、やっていただくと、まあ読書疑問文に対する読書、回答文というか読書感想文ですね。で、これを書いてあげることによって皆さんのですね、読書スキルはめちゃくちゃ上がると思います。ちなみに僕もですね、実はいつもね、こうやって放送してますけど、基本的には本を読むときには、単語感想文を書いてます。マインドマップに単語感想文を書くようにしていて、で、読む前には、読書疑問文を、書いたりしてます。あとは本読んでるときも、疑問が出たりとか、こういう方法ないかなっていうふうに思ったときには、それをすぐですね、マインドマップとかに、ノートにメモって、で、それで読み進めるようにしてるんですよ。で、こうすると、まあ、動画で紹介するような面白い知識とか、みんながへーって思うような、内容をですね、拾いやすくなるんですよ。で、こうすると本読むの早くなるんです。何回も同じ場所を読み直したりとか、ここにもしかしたら大事なことがあるかも、あ、これも大事かも、あ、これも大事そうかもっていう風にですね、目移りしないで自分が本当に知りたいことに集中できるようになるので、これが、大人のための、読書、感想文の書き方ということでした。ぜひですね、まあ、大人になってからもですね、読書ね、大事になってくると思いますので、ぜひ、試してみてください。というわけで今日はですね、そんな、大人のための読書感想文、理解力を上げるための読書テクニックについて、ご紹介しました。YouTube を見てる人からどうやってそんなにたくさん本を読むんですかって、だいたい1日10冊、20冊ぐらい本を僕も読むので、どうやったらそんなに読めるんですかっていうか、そもそも本を読んでも頭に残んないんですけどっていう質問を結構受けましたんで、それについて短く答えるという感じの放送ですね。ものの10分ぐらいで終わっちゃうので、はい、ね、ちょっとだけお付き合いいただければなというふうに思うんですけれども、で、そうなんです。YouTube だけです、今日は。はい。なぜかというと、ニコニコで話したことがあるので、そこら辺のお話を。で、一応3つポイントがあって、3つのポイントだけ押さえておけば、基本的には読んだ本は忘れないよと。で、まあ、普段はね、ニコニコとかだと有料でこういう、有料放送というか、会員でこういう話をするんですけど、まあ、僕も本が好きなんで、皆さんにも本を好きになってほしいっていう気持ちがあるので、まあ、本の読み方ぐらいは教えたらでもいいんじゃないのっていうふうに思ってですね、教えようと、いうような感じで今お話してます。で、僕ちょっとこれからまた出かけるので、ちょっとしか話ができないんですけど、
まあ、10分ぐらいですかね。で、まあ、簡単に本を、読めるようになる方法というのをご紹介したいと思います。で、まず基本的にはですね、本を読むためにはですね、3段階あって、読む前にすることと、読んでる間にすることと、読んだ後にすることって、この3つですね。で、この3つのポイントだけ押さえておけば、とりあえずは読めます。はい。で、もっと詳しく見たい人は、まあ、ニコニコ動画の方で読書の放送やったりとか、あとは、特殊な人、僕もね、最近ね、スマホとか Kindle とかで読むんですけど、この Kindle の端末、もちろん買って読んでもいいんですけど、すごい長時間読むとか、あるいはこう小説とかね、あと漫画とか読むときは使えるんですけど、普通にハイライトとか入れたりとかですね、頭に残そうと思って読むときは、意外とこの Kindle 使うよりも、皆さんがお持ちのスマホを使った方がですね、かえって読みやすいんじゃないかと、いうのがあるので、頭に残りやすいんじゃないかっていうのがあるので、これをご紹介します。で、これはですね、どういうことかっていうと、結局記憶にどうやったら人間が残るのかって、その人間の脳ってどういうふうに記憶を残してるのって話をですね、ちゃんと知ってると、スマホで読んでもですね、まあ、紙の本で読んでもですね、記憶には残るんですよ。で、一応ストーリーとか流れとしては、紙の本で読んだ方がいいっていう研究がいっぱいあるんですが、まあ実用レベルではそんなに変わらないと思うので、僕は紙が好きですけど、皆さんぜひですね、スマホで読んでもらっても全然、いいかなというふうに、思います。その箱何？これ箱じゃなくて、これパソコンの台なんですけどね。という、感じでやっていきたいと思います。ぬこさんは今日もね、寝ておりますけど。で、まず一つ目なんですけど、本を読む前に皆さん何します？まあ、本を買うって人もいると思うんですけど、まあ、それは当たり前なんですけど、例えばこういう本があったとして、で、本を読もうと思った時に、じゃあどうやって、この本を読むかっていうと、まず一番最初にやってほしいのがですね、その本を読む目的を決めてほしいんですよ。だから、その本を読んで何をゲットするのかとか、どんな、ことを知るために本を読むのかってことを決めてほしいんですね。っていう風なアドバイスがよくあるんです。で、これなんでかっていうと、人間は意味がある情報しか頭に残らないんですよ。だから例えばもし僕らが見ただけの情報を本当に一瞬で覚えられるんだったとしたら、皆さんは今日、まあ、通勤とか通学だったりとかして会社に行って戻ってきたりとか、今会社にいるって人もいるだろうし、今なんか違うことしてるって方もいると思うんですけど、今日見たこと全部覚えたはずですよね。でその見たものを全部覚えてるなんてありえないわけで、レインマンでもない限りありえないわけですよ。でこれどういうことかっていうと、人間の脳っていうのはエネルギーが節約しようするので、自分に関係がある情報とか自分が興味を事前に持っている情報じゃない限りは基本的には頭に残せないで捨てちゃうんですよ。でそうしないと脳がパンクしちゃうから。じゃあどうすればいいかっていうと、まずは脳に興味を持たせる必要があるんですよ。じゃあそれをどうすればいいかっていうと、自分で目的を決めろっていうふうに言うんですけど、このアドバイスは非常に難しい。なんでかっていうと、読んだこともない本を読むのに目的も何もって、読んでる間にこれ面白いって見つけることもあるから、読む前に目的を見つけるのが難しいだろうと、これは当たり前なんです。そう、実際そうなんですよ。目的を探しましょうと思って、目的って言われてもって気づいたら全部読んでたってことあると思うんですけど、こうすると早くも読めないし頭にも残らないので、ポイントはあります。ポイントはですね、目次を見てください。で、目次を見て、まずはですね、目次を見ていただいて、で、クイズだと思ってください。で、目次を見て、何が書いてあるか予測してください。例えば、これ、まあ、YouTube のね、なんていうんですかね、副社長が、書いた本ですけど、何を見るか決めるのは私たちは鉄のカーテンの向こう側から、鉄のカーテンって何のたたえなんだろうとか、例えば YouTuber の誕生、うんぬんかんぬんとか、いろいろ書いてるんですけど、大手メディアから覇権を奪うって。これはわかりますよね。とか、わかるわかるわかるとか、メディアコングロマリットの12人もみたいな権力者だし、これどういう意味なんだ、メディアコングロマリットってなんだとか、これなんかテレビのお偉いさんなのか、それとも違う人なのか何なんだろうとか、そういうふうにですね、こう、その目次を見て予想を立ててください。何を書いてあるのかってこと。で、この予想が裏切られることが大事なんですよ。予想して当てる必要はないんですね。このクイズに関しては、目次クイズって僕呼んでるんですけど、この目次クイズに関してはむしろ外した方がですね、記憶残るんですよ。だから意外な展開の方が頭に残るでしょ。意外なこととかサプライズがあった方が、記憶に残るでしょ。だからなるべく間違える予測を立ててください。目次を見て多分こんなこと書いてあるんだろうなーって考えてもらって、でそれを頭の中で自分で考えておくとどうなるかというと、裏切られた時だけ記憶に残るんですよ。で逆に言うと、裏切られてないところは、あ、なるほどね、あ、まあ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 そうでしょうねとか、あ、まあまあそういうことでしょうね、あ、まあそんなもんでしょうねってなるんで読み飛ばせるんですよ。つまりどういうことかというと、裏切られてるところだけ読みゃいいんです。するとこれ速読のテクニックにもなるので、まずは目次を見ていただいてクイズを作ってください。自分の中でクイズを作って自分なりの答えを想定して、それからパラパラ見ていってください。でパラパラの見方なんですけど、このセクションがありますね。一個一個のこういう 大見出しがあるセクションの最初の部分と、とりあえず最後だけ見れば、予想外かどうかってことが分かるんで、で、もし予想外だった場合っていうのは、ちゃんと読めばいい。そうじゃなかったら読み飛ばすとかでも OK なんですけど、まあ、とりあえずですね、頭に残したいんだったら、まずは自分なりにこのクイズの、目次がクイズだと思って、予測を立てるってことを必ずやってください。これはまあ、一つ目ですね。じゃあ、二つ目は何をすればいいかって、読んでる間に何をするかなんですけど、読んでる間に意外なところが見つかりました。あ、なるほど、そうなんだ、へーって思って、でそのまま読んでいくとどうなるかというと、終わる頃には、へーって思ったんだけど、あれ面白いこと書いてあったね、
なんだっけってなることありますよね。つまり面白かったって記憶は残るんですけど内容は残らない。これはなんでかっていうと、もともと人間は他人のことが残らないんですよ。自分が経験したこととか、あと生きていくのに必要な情報を自分で体験してそれを残していくっていう、意外だったっていう感情は残るんだけど、感情と結びついてない情報というのは残りづらいので、じゃあどうすればいいかと、ここで聖地化ってテクニックを使います。これは何かっていうと、要するに要約ですね。自分なりの言葉でその感動を表す、本の、内容を要約する、自分の言葉でどういうところが感動したのか、何が意外なのかってことを考えるっていうのがいい方法なんです。これでレベルが上がってくると、僕の場合は名言っぽくしてね、要約するってのよくあるんですけど、語呂がいい感じに、ほにゃららとは何とかということだろう、何とかをしないことはほにゃららと同じくらい愚かなことだみたいな、その例えばなんかこうね、感動したことがあったら、それをそういう名言っぽくしても記憶に残りやすいんです。皆さんが一番やってほしいのは感想です。基本的には大げさな感情と結びつけて記憶を、つけてほしいので、要約するときに自分の感情を多分に入れて要約してください。で、この要約するときには、ページの上とかにメモってもいいし、それこそスマホでですね、こうやってカチ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 、こうスマホをですね、こう持ちながら、まあ、それこそじゃあ、例えばこれ Kindle ですけど、これはスマホだったとするのであれば、今スマホでカメラ使ってるんで、こうやって持ちながら僕読むんですよ。で、それで、はーって思ったときには、面白かった情報を一行書いて、その下に自分の感想とか、あるいはその感想を入れながら自分のその要約を書くんですよ。で、それでページ数とかちょっとメモしておいてもいいんですけど、それでまた読め始めるということをやるんですね。そういうふうに感情を混ぜた要約を作るってことが二つ目のポイントです。こうすると自分の言葉に置き換えてるんで理解してないことは書けないし、感情が混ざってるので記憶に残りやすくなるんですね。これが二つ目のポイントですね。じゃあ三つ目のポイントは何かっていうと、読み終わった後です。読み終わった後は何をすればいいのかっていうと、ここがポイントなんですけど、自分が書いたメモありますよね。で、そのメモをクイズ形式にしてほしいんです。あるいはそのメモを見て、そのメモの、ね、周りに何が書いてあったのかってことを思い出してもいいんですけど、自分が、まあ、書いたメモを見て何が書いてあったのか、そのページにどんなことが書いてあったのかってことをなるべく思い出そうとしてください。で、こうやってですね、クイズ形式にして、あそこに書いてあったことはこういう話でこうだったんだよねっていうことを自分なりにクイズを解くように、まあ、要は問題解くような感じにするんですね。そういう風にしてあげると覚えやすくなるんですね。なんでかっていうと、人間ってそもそもインプットしてる時に物事は覚えられなくて、人間はクイズを解いてるときとか、思い出そうとしてるときに記憶に残るようにできてるんですね。だから思い出そうとする努力をしないと忘れちゃうんですよ。だからどういうことかって、読み終わってから自分の見たメモを見ながら、ここはこういう意味だった、ここはこうだったとかってことを考えると、で、よく人に教えると記憶に残りますよっていうのは、これがまさに理由で、つまりその目次、皆さんがスマホに、書いた自分なりの要約ですね、それを見ながら人にその本をおすすめするとかでもいいし、そのね、普通の日常会話とか友達とかにおすすめしてもいいし、あるいは僕のおすすめはですね、本のレビューを書くのが意外とですね、レビューめんどくさったと思うんですけど、あれ記憶に残すためにレビューとか、ブログとか書くのすごく良くて、自分が書いたメモだけ見ながらですね、本の自分が面白かったところの感想文というか詳細の文章を書こうとしてみるんですね。ここ書こうとするとどうなるかって必ず忘れるんですね。確かにここ面白かったんだけど、あれこの数字いくつだったかなとか、これ誰の言葉だったっけとかってですね、こう出てこなくなることがあるんで、歯がゆくことがあるんですよ。で、こうなった時にはすぐ見てもいいんですけど、悔しい気持ちが人間の記憶を作ってくれるので、だから忘れたことを歯を食いしばりながら、あれなんだったっけ、なんだっけ、ここまで出かかってるんだけどって、悔しさを感じると記憶に残るので、少なくとも5分ぐらいは悩んでください。なんだったっけこれ、って考えてもらって、5分だったら、ギブアップして、そのね、メモしておいたそのページ数のところを見て、ああ、こういう内容だったっていうふうに考えて書くというのをやってもらうということまでやるとかなり記憶に残ります。つまりやるべきことは、読む前に目次を見てクイズを作ること。予想を裏切られるようなチャンスを作ってください。つまり予想を裏切られることってチャンスなんですよね。予想を裏切られる準備をするために、目次を見るんですよ。これが最初のステップ。で、二つ目のステップは、感情込みで自分の言葉で要約するってこと。これを本を読んでる間にやりましょうと。感情を込めて、で、ようやく自分の言葉を控えることによって初めて人間との記憶に定着しやすくなります。で、最終的にはその記憶を刻みつけるためにクイズ形式に変えるか、レビューを書くか、人に教えたりとかお勧めするかってことをしてください。つまりアウトプットする機会を作ってほしいんです。で、このアウトプットするときにはいかに覚えてるかをやるんじゃなくて、いかに忘れていることを思い出そうするかがすごく大事です。で、しかも忘れてるときはすぐ調べないで歯を食いしばって数分間考えるんですよ。数分間考えて、なんだっけ、って悔しい思いを増幅させてから答えを見ると一気に記憶に焼き付くので、ぜひですね、そういったやり方で、本を読んでいただくとかなり記憶には残りやすくなると思います。だからよく人にね、教えるつもりで、本読みましょうとかって話ありますけど、あれはなんでかっていうと、ね、人に教えようというふうに思うと、まあ、実際に自分の言葉に要約するようになるんですよ。で、実際に人に教えるチャンスが来るとですね、これ問答無用で自分の言葉で言わなくちゃいけないし、忘れてたことは調べたりとか一生懸命思い出そうとすると、人にここまで言いたかったんだけど8割しか伝わなかったな、あと2割忘れちゃったんだよねって帰ってから本とか見るとですね、悔しい気持ちとね、いや今度は絶対ね、かっこよく説明してやろうっていうふうに、
記憶に残るので、そういうやり方をしてあげると本も楽しく読めるし、一回読んだ本を忘れないっていうね、現象も起きてくると思うので、ぜひですね、やっていただくとよろしいんじゃないかなというふうに思います。結局アウトプットしないと、思い出す苦しみとか悔しさとか、っていうのがないとですね、基本的には人間って覚えないんですよ。あと、裏切られるね、意外性ね。だから、裏切られたっていう意外性と、思い出せなかったって悔しさが記憶を作ってくれるので、ぜひですね、そのやり方を使っていただければなというふうに思います。難しい本を一冊読み切る方法をご紹介したいと思います。今日はですね、やっぱり積読になっちゃう本を買っても積読になっちゃったりとか、なかなか一冊読み切るモチベーションが湧かないって方いると思うんですけど、こういう方がたったメモ一枚とかですね使うだけで、モチベーションをですね上げて本を最後まで読み通すですね、ことができるようになるよーってですねテクニックを、今日はご紹介したいと思います。ハーバード大学の、研究からご紹介します。メンタルマップっていうテクニックを使います。これハーバード大学のショーン・エイカー教授がですね見つけたものなんですが、ちなみにですねこれまあこういうふうに、ね、最後まで読み通すとか、モチベーション、読書のモチベーションをですね、保つテクニックっていっぱいあるので、で、今日はですね、その一部だけご紹介しますが、もう全部いろんなテクニックを知りたいとか、あとは積読をね、なくしても積読になったらもう全部ガーって読み切りたいとか、っていうぐらいのモチベーションが、ある方は、ぜひですね、今日の番組タイトル下の説明欄とこの動画のコメント欄に、積読卒業のための読書ノート術とか、本を読み切れるウォータールー大学式読書術とか、そういったですね、こう読み切る力、ね、これを鍛えるための、動画がですね、今日の番組タイトル下の説明欄とコメント欄に入ってますんで、ぜひそちらの方も合わせてチェックしてもらいたいんですが、今回はハーバード大学ショーン・エイカー、そんなね、読み切るためのテクニックの中から、非常に簡単に使えるハーバード大学のショーン・エイカー教授がおすすめするメンタルマップというですね、テクニックをご紹介したいと思います。これね、難しい本を読むときに、モチベーションを保ってくれるテクニックとして紹介されてるんですが、普通の本に対してやってもモチベーションが高まるので、ぜひやってみてください。これですね、やりたいことは非常に簡単で、やることは非常に簡単で、4つのステップでですね、皆さんのですね、読書に対するモチベーションを高めて、積読を防いだりとか、一冊の本を読み切るためのモチベーションを作ってくれるって素晴らしいテクニックですね。どうするかって、まずは紙を用意します。で、その紙は本に挟めるぐらいのサイズの紙がいいと思います。例えばもう本当に何でもいいんですけど、付箋とかでねやってもいいし、こういうなんかメモ帳みたいなのをこう一枚ですね切ってもらって、でこういうのをですね、もうこういう本にね、これから書いてもらいます。ここにね、これからモチベーション上がるですねことを書くんですけど、書いて、でこういう風な感じにして、ね、しおりとして使ってですね、読むと、読み切れやすくなりますよっていうですね、そういう非常にシンプルなお話ですね。何をするかっていうと、まずは一つ目のステップ、本から学びたいと思うこと、あるいは自分が本を読むにあたって興味があること、それをですね書き出すということですね。例えば僕の本で、だったら、例えば超集中力の本とか読みたいと思うんだったら、自分が本から学びたいことは何かと。例えば、まあ、集中力を途切れさせないようにする方法とか、集中力を維持するための休憩方法とか、集中しても疲れなくなる方法とか、何でもいいんですけど、まあ、本に書いてあるかどうかは分かんなくても OK です。じゃなくて、自分がその本のそのイメージを見て、あ、この本から学びたいと思うことはこれだな、あるいは興味があるなと思うことをですね、3つ書き出してください。そのこういうね、メンタルマップ用の紙に3つ、箇条書きで。書いてみてください。はい。で、その後ですね、その本を読むことがなぜ自分にとって大事なのかってことをさらに書いてください。で、これは、まあ、3つ書かなくてもいいですが、僕のおすすめは、本から学びたいと思うことを3つ書いて、この本を読むと自分にどんなメリットがあるのかってことも3つ一応書くように僕はしてます。はい。っていう風に、一番最初のステップでは、本から学びたいと思うこと、または興味があることを3つ書く。紙に書く。さらに、その後この本を読むことがなぜ自分にとってプラスになるのか、どんな利益があるのか、重要なのかってことと3つ書くというのが2つ目のステップですね。そしてステップ3は、もし何も思いつかなかった場合は、ネットとかのレビューとか書評を見て、で、その本がどういうメリットがあるのか、どういう人に向いてるのかってことを書いてるですね、書評サイトとかがあると思うんで、そういうのをね、自分が買った本の書評を見るんですよ。で、見てもらって、それで、あ、なるほど、この本を読むことによって、なんか例えば集中力上がりましたとか、この本を読むことによって、自分は集中力がないと思い込みがなくなりましたとか、例えば集中力の本だったらね、そういうレビューが出てると思うんで、レビューとか出てると思うんで、それ見て、あ、なるほど、なるほど、なるほど、こういうメリットがあるかもしれないなっていうふうに、メリットが思い浮かばない場合は、レビューとか他人のですね、感想とかを参考にして書いてもらってもいいので、とりあえずですね、3つですね、自分にとってこの本を読むことがどんなメリットになるのかってことを書き出してください。はい。で、これでもう準備は完了ですね。そしたら今、皆さんの手元には、その本を読むですね、本から学びたいと思うこと3つ、そして、そのですね、本を読むことによって得られるメリット3つが書かれた紙が手に、あると思うんですけれども、それを使って、それをしおり代わりにして本を読んでいきます。はい。で、読書につまずいたりとか、読書してて、あーなんかちょっと休憩したいな、休もうかなって思うために、そのメンタルマップ、さっき書いた紙ですね、3つ書いてあると思うんですけれども、
その3つをですね、読み返して、それからもう1回読書に移っていくってことをするんですよ。で、こんな簡単なテクニックで変わるのって思う方いると思うんですけど、実際ね、これ、非常に強力なテクニックで、実はこれ、メンタルマップって何かっていう、なんでメンタルマップっていうの、ただの箇条書きなのにマップっていうのって話なんですが、これ人間のですね、脳内に存在している、いわゆるですね、こう、参照地図みたいなのを応用してるんですよ。人間が行動するときって、今言ったみたいに、自分は何のためにこの行動をするのか、そしてこの行動をした後、どんなメリットが得られるのかってことを考えて行動するんですよ。例えば、頑張って働くのも、働いたらお金がもらえて、で、お金がもらえるとどうなるかって言ったら贅沢な暮らしができたりとか欲しいものが買えるからってことを想像して、つまり自分の頭の中で、そういう未来のマップを作って、メンタルマップを作って行動してるんですよ。可愛い子がいたら、じゃあ可愛い子と、ね、仲良くなれて、で、もしかしたら付き合えるかもしれないからとかってですね、そういう自分の頭の中で勝手にマップを作ってるんですよ、人間って。だからこのメンタルマップっていうのがちゃんと明確にできていれば、僕らは行動できるわけです。まあ、それこそまあ変な話ね、美味しいものを食べたら、いい気分になれるとか、ね、例えばね、甘いもの我慢してる人だったら甘いものを食べたら口の中に甘さが広がって、すごい美味しい気分になれるじゃないですか。っていうことが如実にわかりますよね。だからメンタルマップってわかりやすさが大事で、あ、絶対にこれ食べたら美味しいだろうなっていうふうに思ったら、行動したくなっちゃうんですよ。逆に、そのメンタルマップがぼんやりしてると、行動にならないんです。だからほとんどの人が本を読み通せないのは、本は最初から最後まで全部読むもので、なんでこの本を読まなくちゃいけないかわからない。例えばなんか普通にね、やらなくちゃいけない勉強の話とか、そういうのだったら、その例えば、ね、学生さんとかで、なんで数学を勉強するといいのかわからない人は、何のために自分が数学を学ぶかもわからないし、学んだ後どんないいことがあるかも見えないわけですよ。テストでいい点取れるってあるかもしれないけど、テストでいい点取るってのは他人の評価で、自分の喜びとはまたちょっと違うので、そういう具体性がないと、僕らってモチベーションがなくなっちゃうんですよ。で、特に、難しい本がなかなか読めないとか、積んどくになるって人は、この頭の中にこういったメンタルマップがちゃんとできていない場合が多いそうなんですよね。だから、このメンタルマップを作るために、小さい紙でもしおりでもいいから用意して、自分がその本から学びたいこと3つ、そしてその本を読んで学ぶことによって自分にもたらされる利益とか重要なポイント、これを3つ書いてもらうということをするだけでも、メンタルマップがね、綺麗にできるので、モチベーションが続きますよって非常にですね、理にかなったテクニックなんですよね。だから自分が学びたいこととか、その本をね、読むことの意義とかをあらかじめリストアップして、メンタルマップとして傍らに置き、本を読むということをやってあげると、モチベーションが続くという話なんですね。はい、ぜひ試してみてください。だされたと思ってやってみるとね、やっぱり読書継続時間上がりますね。僕もこれ今でもね、全然今もずっと本読んでられますけど、やっぱり今でもよく使うんですよ。で、これなんで大事かっていうと、やっぱりね、疲れたなーって思った時とか、読み続けることができてもモチベーション下がったりして、その自分の、ね、集中力が落ちてるところは理解で落ちちゃったりするんですよ。で、これを防いでくれるん で、しかもね、僕の場合でも本ね、もう休憩しないでも一気に読み通しちゃうこととかも結構多いんですけど、その場合もこういうですね、紙を作って、やっぱりこの横に置いておくとね、なんかこう、休憩しようかなと思った時にこの紙を見ると、いや、もうちょっと頑張れるなーっていう風にモチベーション戻ってくるので、ぜひですね、このメンタルマップ、ハーバード大学のメンタルマップ、ぜひ使ってみてください。速読の嘘というのをやりますね。皆さん速読でやりたいと思ったことある人いると思うんです。早く読みたいなっていう風にですね、本が早く読めたらいいだろうなとか、早く読んだら人生変わるだなと思って速読をですね、勉強したい人もいると思うんですよ。でですね、僕昔からね、いわゆる科学的に正しいとは言える速読とか、効率よく本を読む方法とか、読んだ内容をちゃんと頭に残す方法っていうのはあるんですよ。で、こういう意味では効率よくですね、本を読むと、なんか読み返す必要がないとかっていう意味では、速読になりうるんですけど、別に無駄に遅く読まない方法っていうのはあるんですが、よくありません？一冊さ、一分で読みますみたいな、もう全部嘘ですね。はい、なぜかっていうとですね、これ研究でですね、そういう速読者たちが教えてるトレーニングっていうのは、効果がないよってことが分かってるんですよ。で、フォトリーディングとかもそうですけど、速読としてですね、有名なですね、テクニックっていうのは、満足度上げるけど、理解力を下げると、つまり読んだ気分になっちゃうってことはですね、分かってますよっていうふうに言われてるんですよね。あとはですね、遅く、ゆっくり読んでもですね、分からない内容を早く読めるはずもないみたいな風にですね、実はですね、速読って、正しい方法って1個しかないんですよね。今日はそれを解説しようという話です。で、結論から先に言ってしまうと、速読っていうのはですね、慣れです。慣れっていうのはその基礎知識に対する慣れです。例えば心理学の本を速読しようと思ったら、心理学の基礎知識をですね、ちゃんと頭に入れて、もうパッパパッパってですね、読むだけで、この内容は、ここはこの内容が書いたらねっていうふうにですね、予測ができるようにするわけですけど、こうやって読み飛ばせるわけですね。良くも悪くも。で、この読み飛ばせるようになることによって、本が早く読めになるねっていうことなんです。だから、つまり、何かというと、基礎知識をちゃんと入れて、そのジャンルに慣れ親しむことによって、読まなくてもいい場所とか、判別して、その結果ですね、結果的に読む時間、一冊の本
題してかける時間が減るっていう意味での速読はあり得るんですが、いわゆるですね、わからない内容、全くもって新しい内容、新しい知識を早く読むのは無理だよねってことが分かってます。これは様々なジャンルのですね、研究から言えていて、例えばですけど、僕らが新しい知識を身につけるためには、何も情報を入れない時間というのが一定時間必要なんです。例えば、ね、前に、研究の話とかですね、どうやって勉強してるのみたいな話とかでもしたようにですね、一回頭の中にですね、データを入れたら、しばらく何もしない時間を作ってあげないと脳には定着しないんですよ。だから、速読が仮にできたとしても、定着時間が作れないから、理解できたとしてもですね、頭に残らなくなっちゃうんです。だから意味があるですね、速読っていうのはですね、あんまないよねっていう話がですね、言えます。ジュエルさんいつもありがとうございます。はい。で、今日はですね、そんな速読の、ね、人たちがですね、よく言ってるテクニックの無駄だぜって話と、じゃあ本当に正しい速読って何があるのっていうですね、ことまで今日お話できたらなというふうに思って、おります。はい。まあ、だからですね、速読、まあ意味ないですよね。はい。速読ね。速読意味ないですよね。ちなみに最近僕はですね、なんかね、よくね、これはですね、つまりは、みたいな風にですね、こう、わざとこう、間を入れるんですけど、この間をで、とか間を入れるんですけど、この間もね、実は間を入れてる方が理解力が上がるってですね、面白い研究があるんですよ。ずっとですね、まあ、早口喋るのは結構大事なんですが、早口喋ってる間にも、その、一旦ですね、その、喋ってる内容を咀嚼できるような時間とかまたこうですね、あえて入れてあげることによって記憶に残りやすくなるっていうことが分かってて、流暢にですね、ずっとまあよくね、YouTuber とかで編集とかしますけど、編集で全部の間を切ってあげて、情報をわーって流すとですね、まあなんとなく見た気分にはなれるんですけど、理解力が減るってことが分かったんで、そういう意味で言うとですね、まあ時々わざとですね、なんて言ったらいいんだろうな、みたいなことですね。間を入れてあげることによって、注目度をですね、上げたりとか、記憶の定着をですね、測ったりとかもするような、まあ戦略あるよって話をして、ちょっと試してるんですが、まあ僕的にはですね、ちょっと喋りたいんですけどね。まあまあまあ、どっちがいいかっていうのはちょっとテストを見ながらでやってみようかなというふうに思っております。でですね、今日はですね、速読の嘘っていう話なんですけど、まあまあ結構嘘ばっかりですね。まずはですね、その速読ができる人たちってですね、速読ができると言い張ってる人たちが速読を教えてる人っていっぱいいるんですが、大体大したことやってないんです。速読をですね、教えるっていう自己啓発のセミナーみたいなのはですね、やってるんですけど、それ以外のことはやってないんです。で、本当に速読ができたら、僕一応科学的にギリギリのレベルの速読をやってるわけですよ。理解力を上げたりとか、基礎知識を入れて読み飛ばせるですね、速度を上げることによっていろんな本を読むってことをやってるんですけど、まあ、それができれば、まあ、僕はね、別にサンプル数1なんで何とも言えないですが、僕の例で言うんだったら結構稼げるわけですよ。速読の教室を少なくともやらなくてもいいぐらいのレベルには稼げるんですよ。ところが速読を教えてる人たちって、速読の教室がメインの収入なんですよね。おかしいんですよね。これは何なんですかね。だってさ、一冊の本がさ、1分で読めたらさ、60分あったら60冊読めるんですよ。3時間勉強する時間を作ったら、180冊1日に読めるんですよ。もうこれ紙が出来上がりますよね、簡単に。がですね、速読をやってる人たちは速読を教えるばっかりなんですよ。で、そして速読をやってる人たちが本を読んだ後のに学んだ感想って超しょぼい感想ばっかりなんですよね。なんかこれこのストーリーには苦しみと悲しみと喜びとあとは楽しさと切なさがありますよねみたいな感じですよ。まあ、そう真面目にそういうこと言うんですよ奴らは。そうだからですね、速読意味ねえよって話をですね今日はしたいと思います。で、例えばですが、カリフォルニア大学の研究だとですね、速読って、科学的に正しい速読って何があるのってことをですね、調べてくれた研究とかもあるんですけど、例えばカリフォルニア大学のですね、この研究によるとですね、過去に行われて、速読の実験データっていうのをですね、いっぱい集めてレビューを行ったっていうですね、研究になります。で、結論から言うと、速読ってただの読み通しだよねと。読み飛ばしだよねと。だから別に、読み飛ばせないような内容を書いてるのは難しい内容とか、自分が知らない内容が書いてる本に関して速読って発揮できないねってことが分かったりするんですよ。で、大体のですね、速読術っていうのは、よくね、目の動きを鍛えましょうとか、周辺視野を鍛えましょうとか、視覚トレーニングがほとんどなんですね。例えば、ランダムに書かれてる文章を、単語をですね、合わせて意味を作りましょうとか、面で捉えるみたいなので、こうね、本を開くと、速読のトレーニングとかの本を開くと、目をこう動かしましょうとか、塊で捉えましょうとか、2行ずつ読みましょうとか、3行ずつ読みましょうみたいな、そういう本がですね、あるんですけど、これほぼ無駄ですね。はい。なぜかっていうと、カリフォルニア大学のですね、このですね、研究によるとですね、大量速読術っていうのは、目の動きを鍛えましょうとか、周辺視野を鍛えましょうってですね、ふうに言うんだけど、その時点からそもそも大間違いで、全体のですね、僕らがね、読んでる読書時間の中で、目の動き、読書時間を決めてるですね、要素の中で、目の動きっていうのは、なんとですね、10% 以下なんですよ。目の動きが決めてる速読の、本の読むスピードの要素っていうのは。だからですね、普通の人が、例えばじゃあ、人が読書をしてる時にですね、目の動きをトラッキングしたとしますよね。追ったとしますよね。で、これで目の動きが大きい人とか速い人とか、速読の人たちが言うように、目をたくさん動かせるようになったら早く読めるんだったら、目の動きが速い人たちって早く読めるはずじゃないですか。でも実際研究で、測ってみると、目の動きとですね、本を読むスピードの速さっていうのは関係ないんですよ。まあ、これは当たり前ですけど、目の
の動きがめちゃくちゃ速いような動態視力がいい人がですね、例えばあの心理学の専門書を読んだ場合と、心理学者が心理学の専門書を読んだ場合は心理学者の方が絶対速いじゃないですか。っていう風にですね、結局目の動きの重要性っていうのは 10% 以下だから、そもそもですね、あの普通の人はですね、あの目の動きが速かったとしても、その単語が示している意味とか文脈とか、それが何を表しているのかってことをですね、理解するまでに一定以上の時間が必要だから、専門家とか事前のですね、元々の知識ある人たちと比べて目の動きが速かろうが遅かろうが、結局ですね、脳が理解するまでの時間ってのはかかるから、理解度とはですね、関連しないってことが分かってるんですよ。で、普通の人ってのは早く読まないととか、何回も本を読み返しちゃうんですっていうのは悩みになってる人がいるんですよ。これ普通です。最初はたくさんの本を読んでいくことによって、同じジャンルの本とか基礎知識をですね、入れていくことによって、これが初めてできるようになるわけで、普通の人は同じ文章を何回も読み返したりとか見返したりとかしながらですね、だんだん理解を含めていって脳にですね、基礎知識を作っていくんですよ。だから、で、これをですね、怠って最初から、いや僕はメインで捉えることができるようになったんですっていう風にですね、速読のあのクラスとかにいた人たちは言うわけですよ。で、これで全然自分が知らないジャンルの本とか読むとですね、何が起きるかって、誤読っていうのが起きるんですね。つまりですね、速読でですね、どんどん前に進んでっちゃうんで、ちゃんと知識が定着する前に前に進んでから、間違った知識がですね、定着するんですよ。で、もっと言うと、間違った自信だけがですね、定着しちゃうんですよ。だから速読っていうのは、目の動きとかですね、眼球のトレーニングとか、そういうものをですね、使ってるですね、速読っていうのはほとんど嘘っていうか、まあ、完全に嘘ですね。はい。で、これね、笑えるのがですね、実はですね、2008年のに発行のですね、ハリーポッターのですね、最新刊にですね、対してですね、こう速読チャンピオンってのがね、毎年いるんですよ。海外とかにも速読選手権みたいなのがあって、この選手権自体も速読の強化がやってるんで怪しいんですけど、で、このハリーポッターの最新刊をですね、で、読んでですね、だところですね、何が起きたかっていうと、47分で一冊読み切ったんです、ハリーポッターを。まあ、普通の人が読んだらですね、何日かかるの本です。47分で読み切ったそうなんです。でですね、その小説の内容をですね、このようにまとめたんです。はい。これ、もし、皆さんが、この内容を聞いて、あ、やべえ、速読チャンピオンマジ読めてる、47分でハリーポッター読めてるって思ったらですね、速読の勉強してもいいと思うんですけど、なんとこう言ったんですね。最新のですね、ハリーポッターの巻を読んで、こんなんですね、あの話を言ったんですよ。はい。47分で、ね、読み切ってこう言ったんです。これは、あの、ページをめくる手が、あの、マジで止まらない素晴らしい一冊だと。最高に楽しかったと。子供たちには、大人気なんでしょうけれども、まあ、大人気なね、シーンとか子供が好きなシーンがいっぱいあるけど、ちょっと悲しいシーンもありますね。これだけですよ。ハリーポッターを読んだ感想がこれですよ。もうページをめくる手が止まらない。楽しかった。子供には人気がありそうだ。でも悲しいシーンもあるよねって。え？って話ですよね。はい。全く感想になってないですよね。小学生だってもうちょっとマシな感想文を書くわけですよ。そう。で、これ結局何が言えるかっていうと、速読によって読んだ気分になってるんです。おそらく速読チャンピオンの彼は47分で、ハリーポッターを自分は読み切ることができたっていうですね、満足感だけには浸ってるんだけれども、内容を全くつかめてないから、この程度の感想しか出てこないんですよ。そう。皆さんがこういう風に本をたくさん読んで、本をたくさん読んだことをどやりたいのであれば、俺は速読ができるからってことをどやりたいのであれば、あるいは情報商材みたいにですね、速読がこれで、あの、小説が一冊、文庫本が一冊一分で読めますよ的なですね、速読作業をやりたいんだったらいいと思いますけど、でも別に僕らはですね、そんなために本を読むわけじゃないですよね。はい。これでも速読やれると思いますかって話なんですよ。そう。じゃあ、科学的に正しい速読は何かっていうと、情報処理能力を上げることがですね、唯一の速読です。で、もっと言うと、そのジャンルに対する情報処理能力を上げるってことだから、例えば僕だったら、まあ、心理学の本とか、投資の本とか、ある程度知ってる内容がしたら速読ができるけど、全然関係ないようなジャンルの本とか、例えばロシア語とか、ね、あとバスク語とか、わかんないですよ。中国語とかですね、そういうふうなですね、こう自分が知らない基礎知識がないジャンルの本を速読しようと思ったら、やっぱりですね、難しいよねっていう話がですね、僕らがですね、言えてる、あの、言える内容なんですよね。そう。だからですね、ここがですね、ポイントになってくるんですよ。はい。だから結局、知ってる知識が増えることによって、読み飛ばしができるようになったっていうのが速読に関する内容なんです。だから速読を学ぼうと思うんだったら、最初は基礎知識をちゃんと、コツコツ頭に入れて、慣れてきたら読み飛ばしをするようになると。最初は飛ばしちゃダメですよ。最初は飛ばさないで、基礎的な本を読んで基礎知識をちゃんと頭の中に入れて、それからもう読んだことがあるところを飛ばしていって、新しい知識だけを読もうというふうに思って読んでいく。あるいは、あ、これはもう知ってる知識しか書いてないの、この本は。じゃあ、途中で読むのはやめようっていうふうに、途中で手を止める能力。これがですね、大事なんですよ。つまり、速読っていうのは、二つのフェーズからなっていて、一つ目のフェーズが基礎知識をちゃんと頭に入れること。で、その後、読み飛ばす力、あるいは、読みやめるというか、読むのをやめるって決断ができる、この決断力。この二つがですね、
速読を作ってますよってことが科学的なですね、内容なんですよ。実際にですね、これまでの研究とかレビューとかをまとめてみるとですね、速読のトレーニングによって、自分が知らない知識に対してですね、深くですね、理解しながら本を早く読むのというのは無理なんですよ。そう、その科学的根拠はないんですよね。そうで、実際に本が早く読めるようになって理解力もですね、保たれてるっていう場合は、読み飛ばすのが上手くなってるだけなんですよ。だから、もともとですね、そのジャンルに対しての深い知識を持ってるか、基礎知識を十分に身につけた状態で本を読んだ場合に関してだけはですね、速読が可能になるんですよね。そう、だからですね、本を読むって早く読むには読み飛ばすしかないんだけど、結局読み飛ばすためにですね、たくさん本を読んでる必要があるんで、基礎知識がちゃんと入ってる必要があるんですよ。で、さらにですね、これ悲しいことに、基礎知識がちゃんと入ってると、読むべき本ってそんなにないんです、実は。だから僕もですね、一冊たくさんですね、こんだけたくさん本を読んだらすごいですねって言われるんですけど、これだけたくさん本を読むとですね、知ってる内容はほとんどなんですよ。当たり前なんですけど、みんなに買ってもらうために本っていうのは書かれるので、論文とかだったら新しい知識とかは、しかですね、書かれてないことが多いですが、一般的に売ってる本っていうのは基本的にはですね、過去の知識を踏襲した上で、著者の意見がですね、まあ 10% から 20%、まあ多くても 30% ぐらい入ったりとか、新しい研究が、ね、10% から 20% ぐらい入ってくるっていうのがほとんどなんで、だから基本的にはですね、基礎知識をちゃんと頭に入れて、ある程度読み慣れたジャンルの本を読むんだったら、僕らがですね、読むべき場所っていうのはですね、7% から 11% ぐらいしかないっていうふうに言われてるんですよ。目的を持って新しい知識を手に入れようと思うんだったら。だからその自分が読むべき 10% を探すっていうのに移行していくのが速読です。だから最初はゆっくりしか読めなくて、基礎知識を頭に入れて、それからですね、10% の確率の宝探しをするっていうのがですね、速読の正体、なんですよね。面白いですよね、そういう意味で言うとね。そう。まあだからですね、皆さんもぜひですね、速読っていうのを見た時にちょっと怪しいなっていうふうに思ってもらった方がいいんじゃないかなというふうに思います。実際は、読み飛ばす能力というか、自分が基礎知識を入れて、そこから先にですね、これが自分にとって本当に必要な内容なのかと、これが自分にとって本当に役に立つ内容なのかと、ここは読み飛ばすべきなのか、それとも、読み進めるべきなのか、あるいはこの本は読み切るべきなのか、それとも途中でやめて他の本に移るべきなのかっていう判断能力を鍛えていくっていうのがですね、速読の要諦になるわけですよね。そう、だからいわゆる魔法みたいな知らないジャンルの本をいきなりですね1分とかで読めるっていう速読はないです。で、これをやろうとすると、2つの点で地獄です。1つ目が、真面目な人はこれでできるって信じちゃって、自分が全然本が早く読めるようにならないということで絶望して、本を読むのが嫌になっちゃうんですよ。これ地獄ですよ。僕ね、速読の罪ってここにあると思うんですよ。どんな本でも早く読みますよって科学的根拠全くないのに、これを言うことによって、本が早く読めない自分がバカみたいに感じるんですよ。でも違うんですよ。早く読めない本をたくさん読んでるっていうのはすごい価値があることなんです。自分にとって知らないことにチャレンジして、向き合ってるってことだから素晴らしいことなんですよ。だから僕もそうですけど、むしろ、全く自分が知らない本って、なかなか当たらなくなるんですよ、だんだん。だからあの感動がなくなってくるんで、それを速読ができないっていうですね、嫌悪感に置き換えちゃったらもったいないんですよ。知らないことがあるのは素晴らしいことです。知らないからこそコツコツ読んで、最初はゆっくりだけどだんだん早くなっていく楽しみもあるし、むしろその知識が少なければ少ないほど、どんな本を読んでもですね、学べることがあるんですよ。だからその読書初期のですね、楽しみを速読のですね、幻想っていうのは奪ってしまうんで、だからこれはもう速読やんなくていいっすよって話ですね。これが1個目ですね。2つ目が、真面目じゃない不真面目な人は読んだ気分になるんですよ。さっきの速読チャンピオンみたいに、本来はそこからもう深く読むことによって、ゆっくり読むことによって、ちゃんと理解することによって、たくさんの人生に役に立つ知識が得られるはずなのに、自分は速読できるって思うことによってですね、ペラペラ送って、なんかね、この本はまあ非常にこう読み応えがある本で、みんなに分かりやすく書いてありますけど、でも少し理解しにくいところも初心者の方にありますねみたいなですね、もう毒にも癖にもならないようなですね、てかもう毒にしかならないようなですね、レベルの中途半端ですね、感覚を持って読んだ気分になっちゃうっていうのは、本を読む意味がそもそもなくなっちゃいますから、だから速読っていうのはですね、そもそも目指す意味がないよって話なんですよ。つまり理解力を高めていけば勝手に早く読めるようになってきますと。で、さらに早く読みたいんだったら、理解力が高まった状態で読む必要がないこと、もうすでに自分が理解していることをバッサリ切る、あるいは理解していることしか書いてない本を閉じて次の本に進むっていう勇気を手に入れることが唯一の速読になりますんで、まずはコツコツ読んでもらって、そこから判断力を上げていくっていうのがですね、めちゃくちゃ重要だよっていうのが速読のお話になりますんで、皆さんぜひですね、巷にね、いろんな速読の本出てると思いますけど、科学的な根拠、速読に関して科学的にですね、証明された内容っていうのは今のところ人類は見つけておりませんので、はい、騙されないように気をつけてくださいということですね。今日はですね、難しい本も読めるようになる、心理学というのを、積んどく卒業できる方法っていうのをね、一緒に考えていきましょうみたいな。で、具体的に海外の研究とかそういうのも取り入れながら、よいしょ、やっていこうかなというのが今日の放送になります。はい。積読っていうの皆さんやりがちだと思うんですけど、買ったんだけど本を買ったんだけど読まなかったとかで、大体ですね、でも安心してください。
買ったのに読んでない本を見るとですね、なんかこうやり残してることがあるように感じて、自分に対してこう罪悪感を感じちゃって、でどん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 この罪悪感を感じれば感じるほどですね、本が読まなくなっちゃう人が結構多いんですよ。で、まあ、本を読めるようになる、もう読まない理由っていうのはいくつかあって、まず一つ目がですね、こう読む習慣とかそういう時間をちゃんと作ってないっていうのが1個目で、で2つ目がですね、完璧に理解しようと思って読んでるんですよ。だから逆に言うと完璧主義っていうのは行動力を下げちゃうんですね。つまり完璧にできないぐらいだったらやめるみたいな、1か0みたいな考え方になっちゃうんですけど、そもそもですね、物事をですね、こう完璧にやろうと思うと、これかなり、きついことになると思うので、積んどく制限はどうすればいいのってことなんですけど、まずね、完璧に読もうと思うことをやめた方がいいんですよ。だから自分がどれぐらい読めるのかとか、あとはその途中でねやめちゃってもまたいつでも読み返せるんですけど、で積んどくをその防ぐための方法っていうのがいくつかあるんで、今日はそれを最初にご紹介して、でその後ですね、具体的にその、積んどくになりがちな難しい本とか、なかなか読む気が起きないような専門書とかね、勉強するために読まなくちゃいけない本とか、そういったものをどういうふうに読んでいくのかって話を今日は、してこうかなというふうに思ってます。で、どうもどうもこんばんは。でやり方なんですけれども、なんて言ったらいいんですかね。まずですね、このなんかそのね、完璧主義から脱却するっていうのがすごく大事なので、こう全部ですね、こう完璧に読もうというふうに思わない方がいいんですよ。で最初から最後まで一軸読もうっていうのも、これも結構ですね、積んどくになりがちな人の特徴なので、ポイントとしてはですね、いくつかあるんですけど、まずやってもらいたいのは、積んどくになりがちな人ね、積んどくになりがちな人はですね、一番最初にオーバービューって、そのいわゆるこう本全体のにこういうことが大体書いてあるなってことを理解する必要があるので、まずやってもらいたいのは、当然ですけど、目次はまず見てもらいたくて、で目次を見たら、どうすればいいかって言うと、とりあえず一回全部なんとなく見たっていう感覚が必要なんですよ。でこれを作ってあげると結構ですね、読めるように、なるので、そこが一つポイントですね。だからやり方としては、まず目次を読みます。で目次を読んだら、一個一個の章とかセクションがありますよね。で、このセクションの部分で言うんだったら、一番最初の部分、冒頭の書き出しと最後のまとめみたいな、最後の一文を読むんですよ。っていうので全部読んじゃうんです。つまり積んどくを防ぐためには、積む前に家に帰るまでの間に、10分とか15分とか時間あると思うので、その間にですね、その章の書き出しとか、その一つ一つセクションがありますね。例えば第1章に、例えば項目が6個あったら、その 6個分の一番最初の1行と最後の1行だけを読むんですよ。そうっていうのをやるんですね。でこれはどうなるかっていうと、これ不思議でですね、人間って面白くてですね、隙間が空いてると埋めたくなるんですよ。そうで、よく自然は真空を嫌うみたいな話もそうなんですけど、これどういうことかっていうと、要するに例えば、クローゼットの中にある服を半分全部捨てたら、残り半分があっという間に服で埋まっちゃうんですよ。つまりどういうことかっていうと、なんていうんですかね、こう隙間がやっぱり、ね、あると、基本的には人間でそこを埋めたくなるの で、それをですね防ぐために、それを防ぐために行動を起こすっていうのが人間のその心理としてあるので、だから簡単に言うと隙間を作っちゃえばいいんですよね。穴が開いたりすると気になるじゃないですか。だから本を読むときは、最初から読んでこうとするよりかは、一番最初にもう、例えば実用書とかだったら、ビジネスの実用書とかだったら、いわゆる章末、一章の終わりに一章のまとめみたいなのありますよね。であそこ大体 5,6 ページぐらいで読めるんですけど、あれがついてる本はね一瞬で読めます。どういうふうにすればいいかっていうと、そのまとめの部分だけ全部読んじゃうんですよ最初に。で読んじゃって、でそれで皆さんの頭の中にいわゆる大体の地図を作って、脳の中に作ってあげるんですよ。でその隙間の部分を埋めていくっていうのをやると読めるようになるんですよ。だからね、まとめがついてる本からいくと積んどくは防げると思います。で大体になんかね、皆さん真面目な人ほど、完璧主義な人ほど全部読まないといけないと、まとめだけ読んで満足したみたいなのは絶対ダメだと、一字一句本を読むべきだっていう風に小学校とかでですね、皆さん教わってですね、そのせいで、悪しき習慣だと思うんですけど、そのなんていうんですかね、そのちゃんと本は読まなくちゃいけないと思ってる人多いと思うんですけど、まとめ読めば十分ですから。基本的にはまとめがついてる本はまとめを先に読む。でそれからもし気になったら全体を読めばいいし、逆に太字が入ってる、僕の本とかそうですけど、太字とかこう、ね、マーキングがしてある本ありますよね。台本なんかは一番最初に太字の部分だけパーッと目で追うんですよ。っていう風にやると何が起きるかっていうと、メリットが2つあります。1つ目が、それを読むだけで満足しちゃったらその程度の本なんで、あるいはまとめがすごくうまくできてるからそれで OK なんですよ。で逆にまとめを読んだ上で、いやでも気になるな、もっと細かいことを知りたいなっていうふうに思ったら本文を初めて読めばいいんですね。だから最初から全部頭から最後まで読もうとするのはですね、これ積んどくの一番の原因なんですよ。ちゃんと読まないといけない。これだけ分厚い本だったら、例えばね、よくありがちなのは夏休みになったら読もうとか、休日土日になったら読もうって思いますよね。これ積んどくの原因なんですよ。先延ばしすると人間でその行動しなくなるので、人間の行動をやめさせるための一番いい方法ってのは先延ばしなんで、だから何が言いたいかっていうと、簡単に言うとですね、積んどくを防ぐんだったら拾い読みをした方がいいんです。拾い読みが積んどくを防ぐためには一番いいですよ。でこの拾い読みのテクニックの方法としては、目次をちらっと見てから、太字もまとめもない本の場合は、章の書き出しと一番最後の部分を読む。で逆にまとめがある本の場合だったら、まとめだけ最初に読んじゃう。
で結論先に知っちゃう。で太字になっててまとめがない本の場合だったら太字の部分だけを折っちゃう。でそれで興味があるところから読んでいくっていうのがいいんですよね。そうだからね、積読しちゃう人はですね、これをやると、いいですよってことなんですよ。はい、ということで、ね、ぜひ試してみてください。あらすじだけ読んで感想文書いて、あ、それもいいですよ、それもいいですよ。でちなみにですね、このあらすじだけ読んで感想文書くってやり方ですね、実はですね、速読のテクニックの中であるんですよ。あらすじを読んだりとか、まとめだけ読んで、とりあえずですね、その本のことをまとめるんですよ。でまとめてから本を読むとどうなるかというと、あ、まとめて書いてあったこういうことってのはこういう意味だったんだ、あ、これの具体例はこうなんだってことが分かるんで、むしろですね、全体読んでから感想文はダメなんですよ。逆で感想文書いてから、あの、本を読んだ方が頭に入りやすくなるっていうのが、今日の、一番のテクニックでございましたので、ぜひ試してみてください。今日はですね、読書術のお話をしていきたいと思います。はい読書術なんですけれども、でですね、今回の読書術はちょっといろいろね、タイトルは考えたんですけど、もう答えは非常に簡単で、結局ですね、僕ら読書をね、僕みたいな読書が好きな人とかはガンガン読めると思うんですけど、なかなか読書が苦手な人とか、分厚い本を読み切ることができないっていう人が結構いらっしゃるんですね。で、その読み切ることができない人たちが、どうやったら読み切れるのかっていうと、結局、その、興味を維持するしかないんですよ。ね。興味を維持するにはどうすればいいのかっていうと、結局その自分にとって面白い内容がこの本の中にはちゃんと書いてあるんだってことを認識する必要がめちゃくちゃ、あるんですね。だから大体皆さんは普通に本を読むときに目次を飛ばしちゃうし、タイトルとか著者の略歴とか、例えば自分の本だったらいやらしいんだろうんですけど、今ここにあったんで、自分の本だったら著者の略歴とかですね、このなんかこう前書きとか、こういうこうね、目次とか、そういうのあんまり読まないで、後書きとかね、その読まないで、おもむろにですね、字を追い始めるんですけど、こうすると何が書いてあるかよくわからないし、読んでどんな面白いことがあるのかとどもわからんわけですよ。でこうなってくると何が起きるかっていうと、面白くないっていう風になっちゃうんですね。でこれだともったいないよねっていうところで、どうすればその興味を維持できるかっていうと、事前準備が大事ですよって話を散々したんですね。で今日はその事前準備の、方法を、細かくお話しして、でさらにですね、いわゆる専門書とか資格を取るための専門書とか、学生さんが参考書とか、そういうのを読み切るためにも使えるし、あとちょっと難しい本とか、積読になりやすい人とかですね、いわゆる本を読み切る、どうすれば本を全部読み通すことができるのか、っていうことをですね、今日はまとめた、テクニックになります。で今日のお話は、結構面白くてですね、なんでかっていうと、いわゆるですね、こう大学、一流のその大学とかが本を読み切るためにはどうすればいいのかってことを調べてですね、学生向けのちゃんとした、自分たちの大学の学生たちにちゃんと本を読んでほしいからってことで、いわゆる学生向けにちゃんとガチで作ったっていう内容なんですよ。だからですね、そのいわゆるこう日本とかみたいにちゃんと勉強しましょう云々とか、そういうくだらないことを言うのではなく、どういうふうなことを考えて読んでいけば、本が読めるのかってお話を、今日はしていこうというような内容になっております。あ、 YouTube ライブ、マリエンヌさんありがとうございます。前向きと結構大事なこと書いてあるんですよ。で一応 YouTube ライブで今日の話はですね、残念ながら結構ハードというか細かい話を結構します。で、おすすめの本の話とかもちょっとできたらいいなというふうに思ってるので、今日はですね、結構サクサクいくんですけど、一応 YouTube ライブをご覧の皆様にはですね、難しい本をどうすれば頭に入れられるのかってお話とか、どういうふうにすれば本のですね、モチベーションが上がるのかって話を軽くして、で、それから、ニコニコの皆さんには復習がてら、少しお話をして、それからですね、ニコニコの方に移って、細かいお話を、していこうかなというふうに思っております。で、基本的にはですね、モチベーションを維持するために、前もお話したんですけど、その本から学びたいと思うこととか、興味あることを、3つぐらい書き出してみてくださいと。で、自分にとって、なんでその本が、読むのが重要なのかってことをまず頭に入れるんですね。だから本を読んで、自分がどういうふうになりたいのか、何を読みたいのかってことを3つだけでいいから決めてください。で、って話をしたんですけど、一応実践的に言うと、簡単に言うとですね、僕がやってる方法を1個ご紹介しますね。で、じゃあとりあえず前言った話だけ先に言うと、メンタルマップっていうテクニックを前はご紹介してですね、ショーン・エイカーさんってハーバード大学の先生が提示してる方法なんですけど、興味あることを3つ目次を見て書き出します。で、その3つの目次を見ながら、自分にとってなんでこの本が重要なのかってことをちゃんと考えましょうって話が1つ目ですね。で、それでもしどうしても思いつかない場合は、いわゆる Amazon とかのレビューを参考にして、で自分にとってどんな役に立つのかってことをその本を読む前に調べるんですね。ここが大事です。モチベーションを高めるってことがすごく大事なんで、でそれをどっかにメモしておくんですよ。しおりとかでもいいし、こういう
ね、あの、こういうしおりとか、こういうしおりとかでもいいし、あの、別に付箋とかでもいいんだよ。そういうのに書いておいて、で、本を閉じそうになったりとか、モチベーションが落ちてきた時には、ね、いつもですね、そのしおりを見るっていうのをやってあげると、これモチベーションが維持できるよっていうふうなことが分かってるんですね。っていう話をしたんですよ。で、これ言うとですね、でもやっぱりその3つが出てこないとか、レビュー見るのめんどくせえって人がいると思うんですけど、あの、おすすめです。おすすめのやり方があって、これ簡単なやり方はですね、まず目次を見ましょう。これぐらいやってください。で、目次を見てて、まずは目次だけ読めばいいやと思って読んでください。で、読むとですね、これ章が書いてありますね。1章、2章、3章。とか例えばこれ倒れない計画術って最近出た本なんですけど、なんかすごい売れてるみたいだと、僕の本で一番売れてる超集中力って本があるんですけど、あの初速の2倍ぐらいのスピードで売れてるらしいので、すいません売り切れてたらごめんなさい。あの多分まだあると思うんですけど、例えば第1章計画にまつわる3つの誤解とか、第2章科学的に正しい、科学的に正しい計画へと導くたった1つの原則、第3章計画通りに物事を進めるための7つのテクニック、4つ目計画倒れを招く4つの落とし穴とは、第5章計画実行にまつわる悩み対策 Q&A、 で最後6章で、パーフェクトスケジュールっていう目標を達成できるパーフェクトスケジュールっていうのになってるんですけど、これ見た時にどれか1個の章しか読めないとしたら、自分はどの章が一番、読んでみたいと思うか、どの章が一番、自分にとって、なんかこう、興味をそそるかってことをまず決めてください。で、これは結構実践的で、とっかかりを作るのがすごく大事なんですよ。ところが、全員が同じ内容に興味があるわけじゃないので、とっかかりを作るときには、自分にとって一番大事なのはどこなのかなってことを、まず認識する必要があるんですね。それをやるためには、前から読む必要は全然ないです。前から読んでもいいんですけど、全然ないので、自分がもう今、一つしか読めなかったら、一章しか読めないとしたら、どれかってことを考えてください。で、もし、一章読み通す、例えばこれだったら、計画通りに進めるための7つのテクニックだったら、だいたいこれ40ページぐらい、90ページからスタートして、最後が139ページ、で、多分10ページぐらいあると思うので、って考えると、まあ、145ページとか、150ページぐらいまであるんです。そうすると、50ページぐらいあるなと。で、50ページちょっと読み通すのがきついなって場合は、もう、章じゃなくていいです。この、章のこの目次見ますよね。目次見たら、じゃあ、この、例えばじゃあ、計画通りに進めるためのテクニックってところで、例えばじゃあ、なんとかプロセスビジュアライゼーションってのがかっこいいなとか、あとは計画倒れを防ぐ落とし穴、ね、計画倒れを招く落とし穴とかで、例えば、順調に進んでるっていう錯覚にはまる、ああ、俺錯覚はまってるわと思ったら、このワンセクションだけでいいんで読んでください。はい、でこうやって、まずは自分にとって興味がある内容が書いてあるんだってことを脳に覚えさせるんですね。こうしないとモチベーション湧かないんですよ。当たり前なんですけど。あの、だからレストランとか行った時にさ、文字しか書いてないメニューだとさ、食欲そそられないじゃないですか、さほど。でも写真がついてたりとかすると、ちょっと、わあ、いいなと思って食べたいなと思う気になると同じで、まずはですね、あの、つまみ食いをさせて、うおって食いてーって思わせないといけないんですよ、脳に対しては。だから、まずは一章だけ読む場所を決めるんでもいいし、ワンセクションだけでもいいので、読みたいなと思うところを探してください。だから、まずは読書ってのは、前からじっくり読むんじゃなくて、興味あるところを探すっていう、その探し物が一番最初なんですね。これでまずは一つ読んでください。人ちゃんと読んでもらって、で自分でどう使うのかってことをそこだけ読んでください。でそれで興味があるんだったら読み進めればいいし、でまだいけそうなと思うんだったら3セクションとか4セクションとか読んでもいいし、いけるんだったら1章でもいいんです。で1章以上はお勧めしません、最初は。時間かかっちゃうんで。でこうやってですね、自分が一気読みできるレベルがどれぐらいなのかってことをまず決めておいてもらって、でそこを最初につまみ食いすると、でそれでモチベーションを高めていくってことをやってあげると、結構ですね、本って一気に読めるんですよ。はい、それはですね、一応コツではあります。初級編のコツではあります。だからですね、まあ、買うときに、まずは、ね、この本読まなくちゃじゃなくて、自分が読んでみたい章とか、あるいはワンセクションだけ立ち読みしようと思って、で、読んでください。で、さらっと目を通すぐらいだったら、ワンセクションを全力でしっかり読んだ方がいいです。で、それで、ああ、いいこと書いてあったなと思ったら買えばいい。そうすると、いわゆるですね、積読になったりとか、買っても面白くなかった本にですね、出づらくなると思うんで、ぜひワンセクション全力で読むってのから試していただければな、というふうに思います。子供のですね、頭を良くする IQ が上がる、本の読み聞かせ方、一緒にどうやって本を読めば、子供のですね IQ が上がって将来ですね成功する大人になるのかということをですね今日は解説したいと思います。ただ読み聞かせるだけだともったいないんで、ぜひですね、参考にしてみてください。でまあこれですね、僕もですね結構母親が本を読む人間だったんですね。家でも今でもよく覚えてますけど、薬剤師だったんで、結構ね家でですね勉強してる姿とか本を読んでる姿をよく見せてくれたんですよ。で漫画とかはあんまり買ってもらえなかったですけど、いわゆるこう図鑑だったりだとか、自分が読みたい勉強したい知りたいって思ってる本に関しては結構ね何でも買ってくれた記憶がありまして、やっぱりねその本って大事だったんだなと。でこれともう一個あって、僕ねよくね母親に本を読んでもらった記憶がすごくあるんですよ。結構渋い絵本とかですね、いろんな、なんかこうただの絵本じゃなくてちょっとこう考えさせられるような絵本とか、読んでもらった記憶がすごく、
ってですね、今回の研究はですね、実はそういう読み聞かせに関するですね、内容になっておりまして、ちょっとですね、そのね、文献読みながらですね、あ、やっぱりね、母親ってすごいなーっていうふうにですね、思ったと、そういうですね、話になります。はい。今日ですね、ご紹介するですね、本の読み聞かせ方なんですけど、インタラクティブ読書っていうですね、読ませ方、読み方になります。インタラクティブ読書ですね。はい。で、まあ、もともとですね、前からお話ししてますけど、読書をすることによって、子供が自分で読書をすることによって、あるいは皆さん自身が読書をすることによって、人生がすごいですね、いいものになると、そういうですね、研究というのはいっぱいあるんですよ。例えば、子供が、本を読めば読むほど、問題行動が減ったりとかしてですね、まあ、聞き分けのいい子になると、いい子になると。で、さらに、将来的には人生の質も上がっていくし、あとは問題をこう、解く、問題解決能力も上がるんで、やっぱり人生におけるいろんな問題っていうのをね、皆さんのお子さんも抱えると思うんですけど、そういうのもですね、ちゃんとこう、心が折れないで乗り越えていくことができるわけですよ。で、さらに、人とのコミュニケーションもですね、上手くなるので、前ね、コミュ障の問題だったりだとかですね、引きこもりの問題だったりとか、いろいろ心配してる方もいらっしゃると思うんですが、子供にですね、本を読む習慣をつけてあげるというのは、こういった問題も解決してくれる可能性があるよってことが言われてるわけなんですよね。で、ちなみに、これ実は親にもポジティブなメリットがありまして、子供に本をですね、読み聞かせる親側も、自尊心が、高まって、子供との関係がどんどん良くなっていくと。で、さらに人生の質も上がるし、毎日のストレスもですね、子供と一緒に本を読んだり、読み聞かせをしてあげることによってですね、減ると、いうことが分かると。で、よくね、産後鬱とか、お母さんね、子育てでですね、結構ね、ストレスを抱えちゃったりとかして、鬱になっちゃう方とかもいますけど、こういうですね、鬱状態もですね、軽くなるというふうに言われているので、親にも子供にもメリットがあるんですね。で、そんな中でも特にメリットが高かろうと言われるのがこのインタラクティブ読書というものになります。はい。これやり方はすごく簡単で、インタラクティブってどういうことかっていうと、例えばこう本読んであげてるときに次のページにめくる前に、例えば普通にこうただ読んでいくんじゃなくて、オーディオブックみたいに読んでいくのではなくて、例えば、これ次はリスさんはなんて言うと思うとか、次は、例えばねページにめくる前に、この時、ひどいことを言われた猫さんは、どういうふうなことを考えてると思うみたいな風にこう。オープンクエスチョンを、イエスノーで答えられる質問じゃないですね、質問を子供にしてあげるんですよ。で、お子さんに、こうなるんじゃないかなとか、こう考えてるんじゃないかなみたいな意見をたくさん言わせてあげるんですね。推測をさせてあげるわけですよ。はい。でですね、まあ、こういうふうな質問をたくさんしていくと。だから、要するに、ただ本を読ませるんじゃなくて、子供に予測をさせてあげたりとか、意見を聞いたりとかするような、その会話をしながら、本を読んであげる。これがインタラクティブ読書というものになります。もうなんとなくわかると思うんですけど、かなり頭を使いますよね。で、親としても結構子供って意外なこと言うじゃないですか。僕だからね、子供と話すのすごく好きで、まあ、友達のね、仲良しのですね、シェフが、僕はね、世界で一番ですね、素晴らしいと思ってるシェフがいるんですけど、そのシェフがですね、お家族と食事をする機会があったんですよ。で、その時に、その僕の隣にね、子供が、小学生ぐらいかな、子供が座ったんですけど、お子さんが座ったんですけど、いや、話してるとめちゃくちゃ面白くて、なんだろう、大人と話す機会は僕らいっぱいあるけど、なかなか大人相手に喋っててもやっぱりこういい発見とか意外な発見ってそんなにないんですよ。ところね、子供って何言うか分かんないから常に面白いこと言うわけですよ。で、よくね、親御さんとかですね、大人は子供がまたバカなこと言ってるって言っちゃう人もいるんですけど、意外と、なんでそう思ったのとか、昔からそうなのとか、そういう風になったきっかけなのって聞くとね、結構答えてくれるんですよ。小学生とかですね、もうちょっとちっちゃい子とかでもそうですけど、で、この理由がめちゃくちゃ面白いんですよ。そういう視点で見てるのかってなるので、結構こういうインタラクティブなですね、読書っていうのは、結構子供が大きくなっても参考になるし、ちっちゃい子でもですね、すごく参考になると。その、言葉が言えなくても、こう、体の動きとか、単語とかでやっぱりね、子供って意見を言いますから、そういうふうなことをしてみましょうっていうのがインタラクティブ読書です。で、なんと、今回の研究によるとですね、このインタラクティブ読書をすることによって、子供の IQ が6ポイントも上がったっていうですね、話が出てくるんですよね。6ポイントって、どれぐらいっていうとですね、6ポイントってかなりすごいんですよ。IQ って基本的には偏差値の形をとります。だから、偏差値50が、IQ100 だと思ってください。だからまあまあ平均的なぐらい、100ぐらいが平均的なぐらいっていう、まあ乱暴な例で本当に厳密には違うんだけど、そう思っといてください。はい。で、この IQ ですね。これが6ポイント上がるってどれぐらいかっていうと、まあ雑に言うと偏差値が6上がるってことなんですよね。で、これ実際に IQ 的に6ポイント上がるってどれぐらいの変化があるのかっていうと、おそらく人生がちょっと変わるレベル、人生を左右するぐらいのレベルの IQ のポイントなんですよ。6ポイントの上昇っていうのは、これなかなかすごいんですよ。IQ は基本的には生まれた時の遺伝子の状態で決まってしまって、ほとんど変わらないって言われてるんですけど、これを6ポイントもこのインタラクティブ読書をですね、子供の頃してもらうことによって、子供のですね、いわゆるこう知性っていうのは高まるわけですね。だからね、多分うちの母親は、うちね、兄弟みんな、次男が、
最近ゲーム実況したりとかしてますけど、プログラムを結構ガツガツかける人間で、僕のぬこみこ動画とかね、アプリも作ってくれてるんですけど、で、三男が、フレーバリストってやつですね。調香師、香りを作る仕事、理系ですね。薬剤系なんですけど、やってたりとか、で、一番下の弟が、謎解きをやってたりとかして、結構みんなこう、頭を使う仕事に就いてるんですけど、これはきっと母親が一生懸命読み聞かせをしてくれたからだろうなーっていうふうにですね、こう思うわけですね。そう。まだ実家にね、母が読んでくれた本、残ってることを信じますけど、ちょっと何冊かもらってきて、ちょっとね、久しぶりに読んでみようかなってちょっと思うようなですね、話でした。はい。だからぜひですね、親御さんのね、皆さんはですね、なかなかね、仕事も大変だろうし、子育て大変だと思うんですけど、子供の未来のためにも、そして自分のメンタルの、ためにも、自分の幸福度のためにも、ぜひですね、インタラクティブ読書の、スタイルでお子さんに読み聞かせをしてあげたらどうかなという提案でございました。ぜひやってみてください。